はい、お待たせいたしました。1月の18日ですね、月曜日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。本日は、ね、何も知らずにご覧になった方は、あれ今日水曜日だっけっていうふうにね、間違える方もいらっしゃるかもしれませんけれども、さゆりさんに、あんこさんに、あかりさんにね、来ていただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はまず前半ということで、一緒にスピリチュアルを語りましょうみたいなところで、お話を、3人でされていくと、でたまに、僕もね、声出しぐらいはするかもしれませんけれどもね、気ままに今日はね、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。もうね、本番前から。あれやこれやね、話が飛んで、どこで僕はね、本番入りたい、入ればいいかなっていうのをね、非常に、その時間を待ってたんですけど、なかなか入ることができずね、あかりさんの一言でね、番組始めることになりましたけど、もうね、すごいですね。すごいね。おやびん。なんか言いました？聞こえちゃうから。おほほって。ね、もうね、今日はどんな感じで、ね、進めて、あかりさん中心でやってきます？なんだそれ。今日は、何でしょう。今日はですね、実はですね、今日のあ、今日で今年のお正月、スピリチュアルテレビの鑑定団の方でですね、最初あんこさんと私と年始めから、鑑定をしてみたんですけど、で、その後ですね、すっかり流れてるのを忘れていて、延々とあんこさんと私でスピリチュアルトークをしてたんですね。だから、残ってた人がすごいなんか好評で、ずっと聞いててくれて、その、拙いなんかもう何とも言えない雑談というか、そういったもの。で、間にこう、チャットがあるの私が気がついた、これ拾って話そうかな、なんて思って、ちょっと拾った話をしたら、結構盛り上がったんですよ。で、あ、こういうのも楽しいよねっていう思いが、あんこさんと私の中に残っていて、じゃあこれやろうよって言って決めたのが、先週の水曜日の終わり。実は後に、朝の4時まで、ぐだ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 喋ってたんですね、あの日。なんで、ちょっとこういう話も皆さんとこう、チャットを介して、みんなで話してる感じで、やっていけたらな、なんていう企画を立ててみました。はい、皆さん集まってますかね？そうですね。ポチポチ言いますね。ありがとうございますね。はい。では、何についてっていうところなんですけれども、じゃあ、まず、あんこさん、さゆりさん。最近の、なんでしょう、スピリチュアル的ななんかこう、思いっていうか、傾向性とか、自分が今、特に思ってることってありますか？まず、さゆりさんから何か最近こう、スピリチュアル的なことに何かこう、気になることとか、なんか。あかりさん、最初、ご挨拶っていうか。あ、そっか。ね、ご挨拶して、和んできてから。始まっちゃった。なんか順番でとかやると、ないね。なんかダラダラ始まってしまったと。硬くなっちゃうんで、ね。じゃあ、さゆりさん、どうぞ。ですよ。私も一人喋ってるから。親便が自分。親便じゃなくて。やめてほしい。急に親便振られて必死になって進めなきゃ。面白いね。自己紹介。アップになってる、アップになってないか。さゆりさんからどうぞ。自己紹介。自己紹介。あ、はい。皆さん初めての人もいますもんね。月曜日出てないと。ね、皆さんこんばんは、星の道しるべさゆりです、オリジナルエネルギーヒーリングとかオリジナルのことをさせていただいていて、お体の声を通訳したり。あとはそのヒーリングをしながら過去生、未来生の、リーディングを一緒にね、セットでしたりと、いろいろなことをさせていただいています。
いつも水曜日の鑑定団では道しるべビジョンっていうね、皆さんの夢やその乗り越えるものを応援するためのビジョンをお知らせするというリーディングをねさせていただいたりしてます。どうぞ今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。いや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 あんこさん、はい、はい、ありがとうございます。今最近特に力を入れているのが、こういった幸せの玉手箱。これは1月24日に、大阪城公園の向かいの森の宮っていうところで、開催させてもらうんですけれども、23ブースぐらいですかね。で、またここに、次回4月の3日は、このさゆりさんも、来てくださ、リマさんとかもね、来てくださる。そう、私も、すいません、スピリチュアル TV の鑑定団で、毎週水曜日、過去世からのメッセージっていうことで、今に、影響している過去世、そして、知ってると元気が出るよっていう過去世をお伝えさせていただいてます。で、ちょっと、ここ最近私、本来のセッションに、ちょっとあまりにも力入れへんすぎたかなって、大阪弁なんですけど、私、ヒプノセラピーとか、アカシックアセンションヒーリングというのもするんですけども、ちょっと今、ヒプノセラピー習慣といたしまして、今日も朝からちょっと3セッションね、2時間ずつぐらいのセッションさせてもらったんですけど、もう、ちょっと今、大体1時間から2時間ぐらいのセッションで、ちょっとモニター価格っていうことで、お安くさせていただいてます。もう丁寧です。過去世から未来へ、一緒に旅をしましょうということでさせていただきます。今日はまたスピリチュアルのお話っていうことで、すごくね、楽しみにしてます。ヒプノセラピーしてるといろんなところ行けますから、そういったお話もちょこちょこあるかと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。私ですね。じゃあ、ちょこっと宣伝。後で話しますが。ちょっと見えるかな。フクロモモンガと子猫の遺言っていう本なんですけれども、12月に発売開始しました。やっと皆さんに報告できるようになったんですが、山川明子さんが、帯の方でですね、推薦を書いてくれています。よかったら読んでくださいということで、今日はです。あ、名前を言ってませんでした。セッションの時の名前とかテレビに出てる時の名前は明かりで出てますが、本の方は滝ありで出ています。で、月曜日も何回か特番で出させてもらったり、武士さんとのトークで出させてもらったりとかして、見られてる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、主に鑑定団、水曜日の鑑定団のところでまた参加させてもらったりしています。今日はですね、スピリチュアルの話、本音でトークしていきたいと思いますので、皆さんもどんどんこう意見とか聞きたいことなどチャットの方に入れてください。私の方で拾ってどんどんやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いや、はい。じゃあ、皆さんの中に何かあるかな？そうですね。ちょっとね、面白いなって思ったのが、ブチさんとマコリンさんの会話で、月曜日で主に私もチャットなんかでマコリンさんと話したりしてることが多いんですけど、マコリンさんという方から今ね、チャット出てるんですけど、この方はナンバーにすごく、なんだろうな、縁があるというか、ご家族が亡くなった時もね、あって、こう、車のナンバーがご家族の誕生日だったりとかっていうの、ものすごくナンバーっていうものがキーになってるんですけれども、ここに、チャットの中で、関係ないけど、僕はブチさんの誕生日のナンバーの車と、息子さんの誕生日のナンバーの車とセットで遭遇します。ちなみに僕の姉の葬式の日とブチさんの息子さんの誕生日の日にちが一緒なんで覚えているんです。こんな話もあるんですけれども、あれですね、そのナンバーとかなんかありますか？こう気になるとか、やたらこういうものに惹かれるとか、結構ナンバーがこのエンジェルナンバーで自分のこう方向性をこう見極めるのに使ってるとかって、お二人あります？さっちゃんからどうぞ。いいですよ。いや、どうぞどうぞ、あんかさん。いや、
あんこさんでいいや。さんからじゃあもう出たがりのあんこです。いや私ね特にナンバーでっていうのはないんですけれども、一応なんか4月の4日とかにイベントを2回しました。でまあ、今回は4月の4日が月曜日だったので4月の3日にイベントをしてで4、5はこうちょっとねさあちゃんとかだとねなんか岡山方面にちょっと行こうかなと思ってるんですけど、まあ、なんか4月の4日ってなんかあるんですかねってエンジェルナンバーとか調べないですか4とか、うん、なんかね誰かが調べてくれてたかなと思うんですけどあんまりね私ねナンバーに絵がない。ね、あんまりこうちょっと知らなくて、そういうのが。結構ね、あれですよね、そういうシンクロでもナンバーにこう影響されるというか、よくナンバーでこう見えちゃうとか、例えば、羽をよくしていたら、なんか、それぞれあるっぽいですよね。何の音だろう、カシャ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 。これね、私じゃないよ。私も違う。な変違う。ブッサン。ということは僕ですね。すみません。ひょっとしたら私かもよ。さゆりさんなんか番号とかあります？もうなんかもう常にね、番号は来ますよね。最近は、前はゾロ目というかね、時計見ても、333ね555、うん、あとは最近は1234とかその連続が多いんですけどねもともと自分にとってもう大昔なんですけど13っていうね数字がすごく、うん、自分にバンバン現れる時があってそこから、まあ、キーナンバーみたいにしてるんですけどもよくイベントで癒し的なあんこさんのイベントもそうですし、うん、沖縄とかいろんなイベントを行くときにやっぱワクワクしながら行くと13っていう数字が必ず来るんですよね、うん、まあホームの番号だったり見かけたそのね時間だったり乗る飛行機だったりとかいろいろあるんですけどこの間沖縄ねあんこさんたちと沖縄のイベントに出た時に、はい、大きいリゾートホテルに泊まったんですけど、はい、お部屋が12階かなんかなんですけどやっぱり13号室だったんですよ、うん、あなんか13あれだねなんて言っててで13私キーナンバーなんだよなんて言ってたらそのイベントの日も、まあ、1213ね13日だったんですけど13回目のイベントだったとかね、うん、でああなんか続いたねなんて言ってまた海 の, 違うホテルにそのまま移動したんですよそしたらそこのお部屋もまあ、会は違うんですけど13号室だったっていう、まあ、記念写真ねなんか友達と撮ってきましたけどなんかね応援される番号が13最初は好きじゃなかったんですけど苦しい時に出てきた番号だったんできっかけはでもなんかいろいろこういう道に進むにつれてサポートを受けて気づいたり学んだりしていくうちにもうだんだんその、まあ、いい時にというかいつも応援してくれるようなね自分にとっての大事なナンバーになった。であともう一つだけ1111というナンバーが私4年、まあ、34年、うん、3年か前に何か今水曜日のね11時11分に10分間だけのお祈りっていうのをその3年ぐらい前に始めてその時に、まあ、何か何もその頃はできない自信がないできないっていう状態だったので何かを何か地球のためにしたいとかもうなんか湧き上がってくるんだけどあでもできないなんていう時だったんですねその時に なんとなく降りてきたのは水曜日で1111でっていう番号が来たんでじゃあ11時11分でとかいうところで始めて今年はもう第4章っていっていろんなビジョンを共有したり光を共有したりいろんな変化を遂げてるんですけど今もう第4章目になってるんですけど1111という並びは
いろんなところでやっぱり現れて身近な数字にもあるので、そうですね、数字は、応援してもらったり励ましてもらったり和ませてもらったりというようなツールというか付き合い方をしてる感じです。はい、あかりさんどうですか。ちなみにその1111っていうと今有名な大悟とねえ、なんか大悟は111じゃないの、大悟さんは。うん、だけどその1並び、ああ、うん、なんかすごい気になってる。11月までは待てなかったって、ね、そうそうそう11分とかね、なんかそういうこだわりがあったりね、なんか、うん、レムリア系とかね、いろいろ好きな方多いんですけど、ね、なんか面白い、やっぱり上からメッセージがわーっと降りてくるんで、それを受け取る方が多いんですよね。で、うん、そういうエネルギーを、あ、いいなと思うと、そういう、数字をキャッチされることがね、素通りしないで目に留まることが多いんじゃないかなと思ってますね。うん、はい。私、またこの話題を持ってくるんでね、もうみんな嫌だと思ってるかもしれないんですけど、今、最近でね、数字が、やたらまとわりついたのは本当にまた娘が亡くなった後なんですよ。で、娘が亡くなった後に自分の誕生日6月9日なんですけど、6、9っていうのがやたらこう出てきて、例えば携帯の充電がね、こう残りが残数が69になると必ず見てって、もう嫌ってぐらい69。でも何しても69みたいな感じで、で最初なんだろうな、こんなに69って見るのは、うん、誕生日だよねって。でも誕生日もクソもあるいうような状態じゃないから、もう、そんなお祝い事、なんでこう出すんだろうとかね。うん、なんで生まれるとかそういうね、なんだろう、ハッピーな言葉が出るんだろうっていう気分だったんで、最初すごく嫌だったんですね。でもその意味が全然わかんなくて、でもどうしても誕生日も何かやると6、9なんですよ。で、ある時思ったのが、あ、これって誕生日って、で、お祝い事とか、自分がね、もう何年も生きておめでとうとか、これから先もね、ずっと誕生日を迎えるとか、そういうんじゃなくて、生まれ変わりなさいって意味なんだなって、その時しみじみ分かって、ああ、なるほどねって、この苦しみからが、また新しい誕生の日って意味なんだな、なんていうのが、まあ、直近で一番数字にまとわりつかれて印象があるものかな、なんて。まあ、ちなみに自分は3の倍数が好きです。もう33で、ピンちゃんっていう車で。じゃあ、主人が2月の22日生まれ。おー。かわいい。かわいい。もうじき誕生日。ああ、そうだ。何してくれんねんって言われて。あ、もうすぐね、もうすぐ。そうなんです。ねえ。ねえ。うん、なんかでも数字、日にちも面白いんですよね。うん、今日もなんか3月21日の話をその異性の方としてた時に、うん、ティッシュに書いて裏返すと、アルファベットになってとかいうのがあって、それちょっとさ、書いてみて、裏返してみたらわかると思うんですけど、異性っていうのが出てくるっていうね。ちょっと見せないと盛り上がりがあるかもしれないんですけど、なんかいろいろ暗号みたいに隠されてるような、ね、なんか面白いこと多いですよね。武士さんがその辺お詳しそうですけど、へ、ね、武士さんいかがですか。数字はあれですね、ゴロで笑っちゃうっていうのがよく過ぎちゃうじゃないですけども、ね、大きいお風呂にたまに行って、汗流すんですけど、ね、靴入れる、ね、ロッカーに、だいたい1305を入れるんですよ。そうするとね、心の中で父さん5っていうね。そうそうそう、そういうなんか語呂合わせってね、神さんってさ、ダジャレが好きやから、うん、結構もうほんと、ダジャレで言ってきはるやんね。うん、なんか。うん。関西だけじゃないの？え？関西だけやなくて。でも、ありますよ、そういう話をね、真面目にいっぱい聞きますよね。そうそう。神さんってしょうもないダジャレ好きやなって思って。ようなね、そうそう、神様の一家かな。そうやね、そうやね。
あの、お笑い好きじゃないですかね、神さんって。ですよね。うん、うん。そんなと思いますか。なんかみんなそんなの書いてるかもしれない。おろおろとかね。うん、ね、うん。おやおやとか、ぶちさんがね。はいはいはい、父さんご。父さんご、出てくれた。ぶちさんのなんかお顔見たら、なんか優しい感じで。うちのね、母がね、ブチさんの大ファンなんですよ。いやいや、人見たら、いいね、あの人、とか言うんで。ほんと、なんか優しそう。優しそうじゃないでしょ、ね、優しいんですよ。ねえ、いいね。いや、そばにいないからさ、わからへんけど。今度、会いに来てください。そうですよ。次に来てくださいよ。ねえ、行きたいわ。まあ、今、とりあえずさ、一生懸命仕事してるから、私。ああ、そう、エジプト行くのにね。エジプト行くんですって、あの、あんこさん、皆さん。そうそう。で、そう、もうこうやってはたいていくからさ、で、ヒプノセラピーをもともとね、ま、あの、宮崎ますみさんとか、あの、佐々木恵美子さんとか、ね、ヒプノセラピーの好きな人ばっかり行くんですよ。で、私もその気になったから、いや、これはちょっと、やっぱりしないとと思って、昨日ぐらいから募集して、今日も満席でした。3名。素晴らしいですね。1時間ぐらいかなとか言って、もう正味、みんな2時間以上。でも、あの、過去から未来へ行ってもらいますので、もうスペシャルで、そこに、あの、子供の、あの時も見てもらおうかなとか的な。そう、もう出し惜しみしない。そうね。まあ、その、うん、なんだろう、エジプトの話でね、うん、あの、まあ、もう話しちゃってる人、聞いてる人もいるかもしれないんだけど、例えば、この数字の話離れますけどね、あんこさんはエジプトの過去性があって、うん、それを克服するために行きたいって言ってたじゃないですか。うん。うん、で、さゆりさんもさゆりさんでこう気になる国あるじゃないですか。この間ちょっと話しさせていただきました。いいですよね。うん。で、私は私で、ここら辺見るとわかるんですけどね。いや、すごい今。違う。まだ8時台だから。だって見えないから。上がね、ケルトのマークで、これがケルト十字をあしらったものなんですけど、私はケルトの過去性でやっぱりいろいろ克服したりとか、思い出してつながらなきゃいけないものとかあるんですけど、過去性ってそういうなんかこう、うん、導きとか、うんうん、メッセージとかもありますね。うん、あるある。本当に、あの、今日もね、なんかね、お母さんのこともちらっと言ってたんだけど、まあ、あの、ご主人とのとかって言ってて、で、過去世行ったら、もうすごいバッチリお母さんの問題が出てきて、あね、うん、なんかすごく感動をして、私も、うん、感動させてもらって、なんか、本当にね、あの、なんか、ヒプノセラピー面白いなっていつも思うんですけど。なんかね、ドラマ見るみたいなね。ドラマ、本当に。ね、人間の生き様って本当にドラマですよね。今にね、関わってくるあの存在が出てくるから、その今の自分に、あの、なんていうか、来ることがね。そう。だから、私たち、こう、何万回って生まれ変わってるらしくて、だから、まあ、地球だけじゃなくて、あちこちの星でも生まれ変わってるから、あの、本当に、あの、いろんな状態で生まれ変わるんだけども、そう。でね、その中から今、あの、まあ、ヒプノとかで見るのは、今に影響してるのが多くて、そう、まあ、あの、まあ、それを知ってるだけで、知っただけで、なんかスッと気持ちが楽になって、気にならなくなってきたりとか、するから、まあ、いいかなと思ってね。なんか、ご本人がね、わかる、あの、内容が、私も、あの、リーディングとかで、あの、事前リーディングを丁寧にすごいする、過去性未来性リーディングっていうのをさせていただいてるんですけど、あの、3人ぐらいの、ハイヤーセルフさんとか、あの、お呼びする大掛かりなもの、対策があるんですよ。あの、一つのテーマとか、やっぱり、あの、問題とか、何か、あの、気になることを、あの、解決するお手伝いをしたいので、そういうお話のテーマで、あの、それに関わってる未来とか、まあ、わからないですけど、そこに、一番アドバイスをくださる、その、光の存在っていうかね、あの、インナーセルフさん、ハイヤーセルフさんっていう、その大勢お呼びした時に一回面白かったんですけど、あの、なんていうの、お話が案外、あの、
長いというか結論を一回バーッとやっと終わって、うん、あそうですね そういうことですねって私がこの合いの手をすると、いやでもそれはできないかもしれないこういうあのそれは、うん、本当はそれがいいんだけどでも大変だから、でもこういうやり方もあるよって話が長いんですよ。で長くってもう 2,3 時間ずっとその、あの私はまあレコーディングしながらやってるんですけども、ずっとやってて、そんなこと、2,3 時間、ね、そうずっとなんかね、あのパッ と, そのことだけを説明してくださればいいんです、まあ、そういうことが多いんですけど、その方はねお呼びする人お呼びする人みんななんか回りくどいというか、あの丁寧というか、あの長かったんですよ。でそれを実際にクライアントさんにお話しするとき、やっぱり、まあ、長くなりますけど、あのすいませんこうちょっと長くなっちゃったんですけどお分かりになられますかって言ったら、すごくよくわかるって言うんですよね。でご自分 の, ごあの今 の, そのご自分の性格がそういう言われ方をしないと納得できないっていうね、うん、で私的にはもっと簡潔にパパパッと、あのダメなものはそう言わないでっていうようなことが自分はいいなとは思うんですけど、その、あの、まあ、面白い例というかね、なんかそういう方もいるので、その今のご自分が分かるようなそんなあのハイヤーセルフさんとかそういうところとつながってアドバイスをもらえるとね、あのアンコさんの過去性でもあのお話を聞くとすごくあの後押しというか、うん、あの解決というか、その自分が本当に望むものが最短になるっていうか早いっていう風にね、そんな気がしたんですけどね。だから過去性もあの今すごく気になるその、ね、あの赤井さんのケルト、私のギリシャね、あんこさんのエジプトじゃないですけど、そういうのはやっぱり今すごく乗り越えたい何かその一つその重要なこと の, あのキラキラするもうあの鍵穴というかね、あの宝箱のようなもので、それが開いた時にそれをあの手に取った時にどんな、ね、あの宝物が待ってるんだろうっていうような気がしますね。まあ苦しいこととかいろいろ過去あると思うんですけど、まあそれを、まあ、あの味はそれを背負うためのものではもう時代は変わってきてるような気がもう感じています。そこから、発展している今を生きる自分の時代になってきているようなね、過去性とかについてはあの本当に最近よくそういうふうに思ったりしますよね。あんこさんもねエジプト今度行かれることで何か感じたり何かあのありますか、その、まあ、特に私はその特にというか、まあエジプトの過去性の時は脇腹刺されたりなんかあのまあまあ、いろんな経験させてもらって、まあそれはそれで楽しかったかもね。なんかあの石の台の上でね、あの宇宙とつながるというかね、あのまあ神に祈りを捧げてたね。でもあれって神に祈りを捧げるって宇宙とつながるっていうことやねんなと思ったんですけど、まあそのことさせてもらったりとかもエジプトの時してたし、まああの殺されて、まあ、あの、塔に閉じ込められて、なんか、あの、魂が抜けていったのとか記憶あるんですけど、まあ、さてさて、今度のね、あの、エジプトはどないなんにやろうって感じで、まだ、ちょっと、あの、ワクワクというか、わかりませんけど、はい。楽しみです。ね、はい、すごい素敵なツアーなんでね。うん、そう、まあ。まあね、だから、行くことによって私はじゃあセッションしないとっていうかね、あのセッションいっぱいさせてもらおうっていう気持ちになって動き出したんで、それはそれでよかったかなと思って。そう、私の過去性も壮絶なものが多いんですけど、結局、うん、あの私のこと知ってる人はね、あのまあいろいろ私の過去の話も知ってるし、あのこの最近の話も知ってるので、みんなヒヤヒヤしながら見守ってる状態だとは思うんですけど、確かにあの小さい時からすごく過酷で、それはルーツなんだろう、私の知り合いのあの海外のお友達が、あなたはねやっぱりブロックが大きいわよ、1回や2回のねヒーリングじゃダメよっていう話から、じゃあちょっと過去に下がってみようかなって思った時に、それだけはね、ありきたりで嫌だよって思ったんですけど、最初に魔女っていうキーワードと叫びと冷たい目、
すんごい冷たい目だけわーって見えるのがあって、そこからだんだん紐解かれて、私はケルトだったのね。で、まあ自然のことも好きだし、自然のエネルギーとつながるのも好きだし、やっぱり自分のこう性質っていうのはそこから来てるなっていうことと、今この世の中はすごく殺伐としているので、私のテーマとしては本当に自然とか動物、そういったエネルギーに皆さんがもう一回帰っていく、ナチュラルになっていく、あるがままになっていく、お手伝いをするっていう使命があるのかなっていうのを今すごく感じていて、で、あとその、ハイアーセルフの話で面白いなってさっき聞いてたんですけど、実はですね、私の娘が亡くなった時に、陰陽師の友達がね、娘のことを見たり、私のことを見ていて、その後もちょっと自分がアンバランスの時に、見てもらったんですけど、あかりさんって、あんたこんな風な喋り方してるって言われたから、何って言ったら、すごい言い方してんでって言うから、なんでってどんなって言ったら、どうしてこんな風になるのみたいな感じで私はギャン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 言うから、お前はな、だからこうで、こうでっていう感じでね、わーって向こうも言うねんって。だから私のハイアーセルフとか、その主語とかって、結構ね、私がパーンって跳ね返すと、向こうもパーンって跳ね返すような喋り方をするんですよね。で、さっきの人は逆にこう、やんわりやんわり、ゆっくりゆっくり遠回しにこう、真綿のようにふわーってくるっていうね。ああ、だからやっぱりね、その人に合ったそのバックの人が来るっていうのもそうだし、やっぱりそのエネルギー的にもね、まあ、自分に合う、もしくは近い、そういうエネルギーのものはやっぱ来るのかなっていうのをね、さゆりさんの話聞いてちょっと思いました。うん、でなんかね、みんないろいろ話を、ね、いろいろこう展開してるようなんですけれども、さっきね、質問の中で、妖精知恵さんから、自分で未来見れるのっていう質問ありましたが、はい、未来を見る担当の方が。はい、はい、はい、担当。未来はもちろん自分で見てもらいます。で、自分で作っていきます。うん、未来も過去も、すべて自分自身の中に答えがあるので、外からの情報ではなく、自分の中から情報を得てもらいます。うん、はい。で、未来もいっぱいあってね。で、こう、もう次元はいっぱいあるから、自分で、自分の好きな、次元を選ぶことができて。そう、ワクワクする未来から、もうしょんぼりする未来から、お好みで。言ってもらいます。未来って言っても、ね、今しか変えれないから、うん、今によってその未来が変更したりしますもんね。うん、この時点で見る未来じゃなくて、うんうん、未来も過去も今の自分がね影響をすごくしますし、で未来はやっぱりみんな本当は見れるんですよね。まあこういうねお仕事しててなんですけど、ご自分で見れるんですよね。ただじゃあどんな時にどういうふうに見えるかっていうのはその方それぞれ のタイミングなんですけど、私面白いんですが、この間沖縄行ってて遺跡を巡った時に何か懐かしい感じがして、で城壁みたいに壁があって、その空き地なんですけど、何か大事な方をお連れしたような、そんななんかもうメッセージがバンバン来てた時だったんですよね。で、大体沖縄の遺跡なんで、古い過去だと思うじゃないですか。あ、過去生なのかななんて思って、でその場でそうやり取り質問したりなんかっていうのをちょっとできたんでやっていたら、過去じゃなくて未来だって言われてね。で、ビジョンとかも見えてくるんですよ。で、広場に、一つだけスポットライトが浴びたような、そんな、芝生のようなね、草のところの、色が変わってるところがあって、で、そこに、行きなさいということで、そこに行ったら、なんかいろんなもの、まあ、何だったのかはちょっと後でわかるんでしょうけども、いろんななんか、ご褒美というかギフトをいただいて、その、未来の自分と、その、今の、現世、今この瞬間の、いる場所とか、その思いとかでつながった時に、また、面白いメッセージが来たり、面白い体験をしたりっていうことも、できたりですよね。それが去年の12月にね、なんかそんなことを、なんか過去 のシーンでも、なんか未来のエネルギーを感じるとかね、
なんか不思議なことが多かったんですけど、沖縄は。沖縄って霊能力高いもんね。そう、あなたあそこは本当にね、天然石の上で生活してるようなもんじゃないんです。島もね、いっぱいあって。私はヒプノセラピーでこのお部屋でお客さんが来るのを見たんですよ。うん、ここはもともとミシンとかパソコンの作業部屋でね、うん、あのお客さんに来てもらうなんて夢にも思ってなかったんですけど、ヒプノをした時にここに人が来て、私がなんか教えてるみたいな感じがあってね、いや何やろうと思っててんけど、もう本当にその、あの年のうちか、その翌年ぐらいには、あの、もうセッションやり出してて、で、あの、セッションする場所ないなって、そのお父さん、ここ片付けたらって言われて、片付けて、あの人来てもらってましたから、でも全くそんなあのセッションその時は知ってなかったし、初めてヒプノをやった。受けたって感じの時にね、そんなやったから、ヒプノってやっぱり、あの、面白いですよ。実現しますよ、見たことが。以上。以上。鑑定団みたいです、なんか。だってなんかさ、これ見てたらさ、なんか未来見てとかって言ってはんねんけど、私は見ません。自分で見てください。いうこと。今日見ないよ。まあ、ね、今日ね、会話。だからね、みんなの体験とかね、うん、なんか質問スピリチュアル系でね、こんなことをどういうふうに解釈したらいいのかなも入ってるけど、うん、なんかそんな感じで皆さんとね、こう現代に通じて、そして今みんなの生活に本当に密着したスピリチュアルっていう話をしたいななんて、うん、いいね。あの実現されるってことで言うと、うん、この八兵衛さんなんて、あの前回、うん、あの鑑定団に来ていただいてね、うん、あの見させていただいたんですよ。でその、まあ、内容、内容がきっかけで、まあ、あのあまりにもドンピシャだったんですが、早速なんか今度スピ TV に出演することに、なんかその志というかね、あの行動をそのあの起こすっていうことを、あのご自分でその、まあ、きっかけは私たちのそういう言葉とか、あの、まあ、ヒーリングも含めてきっかけなんですよね、ただの。だけどご本人があのご自分の奥底のものに気づいて、意識していいなと思って何か行動されるっていうことが、こうすごいスピードであの実現、うん、それが願うようなことが実現されてるっていうのがね、本当にあの八兵衛さんとか、あのありがとうございます、こんな書いていただいて。あ、その八兵衛さんなんですけど、うん、皆さん鑑定団に来てる方ばかりじゃないので、うん、どんな鑑定をされて、うん、今回その20日にスピリチュアルテレビに出演することになったかみたいな、ちょっと触れてもらっていいですか。うん、それは八兵衛さん書いていただいて、書いていただいた。うん、わからない。八兵衛さんがあの、チャットで出演することになりましたってご報告をさっきくださったので、うん、あ、くださってるんですよね。その前にそのこの間アドバイスしたいただいたことが自分にとってあまりにもドンピシャ、これがどういう導き、どういうお話をして、それで導かれて出演するようになったかっていうストーリーが、うん、ただその内容は、まあ、覚えてない。録画を見ていただく。あとは、八兵衛。だって、セッションなんで、そんな、八兵衛さんの、こうなでっていうのを、いくらあかりさんに聞かれても、そんな、そうお話はできないので、八兵衛さんに聞かれるか、まあ、録画でこうやって探していただくかっていうやつね。それが。聞いてる人が分かんないかなと思って、ちょっと聞いてみました。そうですね。まあ、内容はちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、あのセッションとかがきっかけで本当の自分の気持ちに気づいて、それが行動を実現されたというこの例ですよね。例ね、うん、それがあの八兵衛さんからあのご報告をいただいたので、ああ、や、あの嬉しいなというか、うん、結構あのフィードバックされると嬉しいですよね。ご先生の人たちにね。私もこう一方通行かなと思ってたら、まあ、たまにね、あの、お越しくださる方とか、まあ、イベントにね、来られた方もね、なんか感想を言っていただいて、で、本当に、あの、すごく嬉しくて、あ、なんか、あの、鑑定団出させていただいててよかったなって思える時が
一歩一歩ですもんね、鑑定さんね、結構ね。あのキャッチボールができないから、そうそう、チャット見てこっちが答えて、まあ良ければ反応してくれる時もあるよみたいな。そう、うん、ね、そう。じゃあ、あのご感想、あのちょっと忙しい中ご感想をこう後で読ませ、ゆっくり読ませていただいて、あのいつも嬉しいなと思ってるんですけどね。ありますね。終わった。それをね、あのお返事できたりすればまたいいんですけど、うん、あのちゃんとこうあの取ってこう、あのありがとうございますって皆さん思ってますのであのチャットだとわーっと流れてしまうんでね、うん、なかなか読み落としとかねあるかもしれないですよね。うん、なんか占い師の方などは過去生で魔女だったりシャーマンだったりして、あ、これあんこさん書いてます。そうそうそう、私も今読んできました。そうですよ。いや、みんなね、あの、うん、まあこういうお仕事してる人、うん、やっぱそういう人がやっぱ多いなと思って。うん、で、何だったんですよ、その魔女っていうの。なんかありきたりでしょ。いや、でもそんな、あの、あかりさんそのものやなんだそれでもね、あの私の場合は魔法使えない魔女だったんで。あ、使えない魔女か。魔法使い魔女じゃない。そう、あの結局魔女裁判で貼り付けになって殺されちゃうんだけれども、あのそもそもはおばあさんがやっぱりね、薬草とかそういうのすごく詳しくて、うん、それに育てられていたから、あのまあ調合して、うん、動物とか自然にこう今も密着してるし、自分もハーブも今もやってるし、動物も関わってるじゃないですか。うん、でそもそもその調合するっていうのは、なんて、あの、動物がね、食べてるものとかね、そういったものでみんなこう覚えてくんですよね。太古の昔、すごい昔の話では。で、やっぱおばあさんの知恵、自分の経験、動物とのこう触れ合いの中で覚えて、それを調合してみんなに分けてた。みんなは最初すごい喜んであったかくて、でもう私はその村の中でね幸せいっぱいだったんだけど、まあ魔女狩りが始まっちゃったんですよね。でそうすると報酬がいっぱい出るじゃないですか。でやっぱ貧しい村だったから、でやっぱ吊るし上げられちゃって、で私は魔法も使えないって言ってるのに、まあね、連れてかれちゃう。でその時にこうみんながすごい冷たい目をしたのが一番最初に見えたんですよね。目が変わった。あんなに温かい人間が目が変わった。だからすごい私人間が嫌いだった時期が長いんですよ。怖いっていうのかな。で、またそれからしばらくして、ある仕事をしている時に、ボンって出てきたのがもう貼り付けになって自分の体が燃える状態の時だったんですけど、でその時に、上から神様がヒューって降りてきて、お前のね、この行動でみんなの罪が贖われるって言われたんですよ。うんうんうん、性格的に今とあんまり変わらないから、なんで私がね、あの人たちのために贖われなきゃ、贖わなきゃいけないの？私何も悪いことしてないのよ。なんで自分が貼り付けになって燃やされていかなきゃいけないの？うっかり。うっかり。うっかりやられた。うっかり、うっかり。なんとなく、あ、いいかなと思ったかも。でね、それをさ、言ったら、その神様が、見てごらん。って言うんですよ、聴衆の方に。で私見たんですよ。で 大半は昔だからそういうの物珍しいから見てるじゃない、ワクワクして。人が殺されるのが見せ物だった時代だから。だけどずっと見ていったら、後ろの方に子供をね、こう抱えて後ろ向いてクククク泣いてる人がいたんですよ。私のために泣いてくれてる人がいて、そこに目がもうわっていった時に、ああなるほどねって思って、ただもうそれだけで思って納得して、うんうんうん、でもその時は自分の体も燃えてるし溶けてるし、鼻も匂いもね、その時に鮮明に出てきちゃっているから痛いし暑いしのはずなんだけど、ところがその神様がこう抱っこしてるんですよね、うんうん、だから暑くも何もない、ただ燃えてる匂い、自分の体が溶けてる感触があるっていうところで終わったんですけど、だからね、私は魔女じゃないんだよあの、なんか結論がハーブを使ってただけの女の子なんだけどだからね、なんだろうね、昔その魔女っていうのも多いのもあるんだけど、やっぱりそういういろんな濃い、ね、使命をこう重ねていって今があるのかもしれないですね。苦手なこととか苦しみとか、あの昔のことを背負って
思い出しちゃう時とかありますよね。その初めて、今の自分は関係ないのに、私もその 海に沈んだそういうね、あの過去性の記憶とかの時ではやっぱりあの泳ぎが苦手だとか、船がちょっととか、逆に好きなあの、ま、町もね、あの本当にあの第二の故郷のような町もあるし、面白いですよね。今の自分では体験してないのに、なぜかわからないけど惹かれてしまうとか、怖いとか、そういうのはあの徐々に徐々にあの、まあ、あの自分で見てるとね、いろいろ答えをもらうので、あの面白いですけどね。面白い、ね、だあんこさんもね、あの いっぱい見ちゃいますよね自分でできちゃうとね。私は自分のことは見ないけど。あ、見ないんですか。まあ、そやっぱり自分のことはね、やっぱエゴが入るから、まあ、多少は知ってるし、あの本当に必要なものは見ていくけれども、まあ、そんなにあの喜んであのは見てなくって、そういえば私あの自分の過去性ってあんまり知らんかもまあ言われたこととかね、まあ、見てもらったこととか、まあ、それに従って湧き出てくるものとかは知ってるけれども、そうですよね、私もあの自分で見ようとしないで、あの一緒にセッションしてる時に自分で見えてくるとか、やっぱそういうことが多かったかも、見ようとして見てもなかなかっていうのはあるかもしれないですね。八兵衛さん、なんか補足してくれましたよ。森の小人の前で話してるイメージが湧いたと言っていただいて、その上、口先男の私がそれに自信を持ったら良いよって言っていただいたんですよ。背中ドーンと押されました。そんなこと言ったんですか一緒に言いましたよね、あかりさん。いたけど、自分の子はセッションでいっぱいいっぱいだから、人の話ってほとんど聞けないですよね、あれね。そうですよね。何言ってるか知らない。八兵衛さん、そう、なんかあの最初にあの 口がパッと出てきたビジョンが出てきたんで、口先男とか書いてある。いやいや、あの口のマークがパッと出てきて、その後あのあの道しるべビジョンはね、あの後でそのこう展開させていってみた、あの面白いあのタイプ あのビジョンだったんですけど、やっぱり、あのどこか罪悪感を持ってると、そのいいものを伸ばせなくなる。でその、あのいいものっていうのはその罪悪感をあの取って、あとはその周りへの感謝っていうか、あの自分を大事にする、周りを大事にする、その大事にする気持ちを、あのだその自分がマイナスだと思ってたものをあの嫌だっていうふうに卑下しないで大事にするっていうところからやっぱり始まっていく。それがあのたまたま八兵衛さんの場合はあのちょっと気にしてる、気にされてることがそのキーのビジョンだったので、あのまあ、ご自分を大事にして周りも大事にすれば、そこがどんどん生きてくるというね、あのまあ、あの皆さんね、あの皆さんに言えることというか、あの本当に共通してあの自分にとってもそうなんですけれども、まあ、あの私はビジョンがパッと出てくるので、初めあの応援する美しいビジョンをお伝えしてるので、なんかそうじゃないのが出てきてちょっと面白かったのでそう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 、少しあの、ね、話を膨らませてというか、あの奥までねちょっと軽くお話しさせていただいたんですけれどもね、面白いですね、うん、あかりさん本読みましたよっていうのもあります。ありがとうございます。おかりんさんから質問が1個来てるんですけど、私宛てなんで答えていいですかはい、質問、魔女が使っていた薬草なので、などで口が回らない、現代にも応用されている、またはつながっている薬とか食べ物とかありますか？まさしく今の西洋医学で使われている薬の成分、これは大元は薬草から来てるんですね。シャーマンとか、やっぱり魔女とか、まあ、もっと正せば動物なんですね。うん、だから、薬草の知識がないときは、やっぱりその動物が、胃がね、調子悪いとき何食べて、例えばこう、ゲボゲボってやってる姿を見て、そしたら何かの草を食べてる。うん、やっぱそれがミントだったりとかね、こう、胃をスッキリさせたいような胃痛だったり、やっぱミント食べてるとかね、うん、あの、あるじゃないですか、猫がやっぱりね、あの、毛玉取るために、こう、細いあのね、猫草を食べるとか、ああいうのを人間が見て、
もちろん動物が食べて害がないので、やっぱり試してみるところから始まったんですよね。でその知恵がどんどんついてきて、まあ、ある人はシャーマンと呼ばれたり、魔女って言われたり、まあ、その国ごとにね、そういう薬草を扱う人がいろいろ言われてきたと思うんですけれども、そしてそれが、まあ、だんだん重ねていくようになって、西洋医学というものが生まれたときには、その、やっぱりその、なんていうのかな、私は、ハーブも西洋医学も、まあ、東洋医学もそうなんでしょうけどね、漢方とか、ああいうのも、やっぱりね、並行で両方使うべきだという考え方を持っていて、なぜかというと、ハーブって何がいいかっていうと、強烈なその成分の結果は出ないんだけど、じんわりじんわり効いてくんだけど、その代わり、そこにあるいろんな成分が、相乗効果をもたらして、いろんなところにアクセスして、こう、治していくんですよね。だから優しいし、ある一点だけが治るんじゃない。でも西洋医学のって、例えば胃が痛かったらその痛みを止める痛み止めとか、咳が出るから咳止めとか、そういったアプローチは強いんですよ。やっぱりね。でそれなんでかって言ったら、その部分の成分だけを、その、まあ、草でも何でもいいんですけど、そういうところからこう抽出して、それを濃縮して作ったのが薬。だから、結局今の現代に使われている薬っていうのも、大元を正せばそういう流れから来てるものが、ほとんどかな。と、私はハーブの講習会で聞いてきました。ハーブもね、パワフルですよね。なんか、まあ。ハーブもね、やっぱりね、使い方間違えたら危険やから。ああ、そうですよね。うん、まあ、言ったらトリカブトもハーブでしょう。でも、この間、木の博士みたいな方のね、あとお話、いっぱいしてきたんですけど、植物って毒なものとかあるじゃないですか。うんね、食べちゃいけない、まあ、キノコとかもそうなんです。木は、まあ、かぶれるとかそういうものはあっても樹木と、まあ、木ですよねと言われているものはね、ないっていうふうにおっしゃってましたね。だから人をなんか助ける存在、木は本当に人と関わって人を、なんだろう、酸素も出すし、いろんなものに、なんかサポートというか返してくれてますよね、ギフトをくれてる。だからなんか木は面白いの、まあ、ケルトなんか特に木のねあれだと思うんですけど、日本特にね、日本って面白いと思うんですけど、特にあかりさんに伺いたいんですけど、なんかやっぱりヨーロッパとか、まあ、アメリカなんかは木っていうものをなんて言うんですかね、木っていう存在で見てるっていう風にね、その木の博士はおっしゃってたんですけど、日本は昔からその家を建てるときはこれで、この場所にこういう木のこの種類の木もこう丸いね部分があったら、曲がらない部分はこことか、切りやすい部分はこことか、そういうところを巧みにこういろんな知識のある方々がその組み合わせてお家を建てたり、そういう文化を生んでいった、育んでいった。だからそれでノコギリとかそういう周りのものもね、だから伊勢神宮を、まあ、建てるっていうか、お社でも何でもそういうその技術のもともとは、その木に対するその心というか、敬いと、あとその無駄にしない大事にするような精神が今に続いてるっていう風なねお話を聞いたんですよ。でもそのまあ、信仰っていうか、その大事にする違いはあるけれども、なんかやっぱり日本とそれ以外の国とはなんか木に対する考え方が違うっていう風に、とにかく切ってよく切れる方がいいから、おがくずがいっぱい出てもいいとかね、そんなまあそれだけじゃないんでしょうけども、木について何かあかりさん今お話聞いてて感じられたこととかあります？ケルトと日本の矢をよろずの神っていうのは、うん、同じようなことを伝えてるんですね。うん、で輪廻転生も木で説くんですよね。で、木っていうのもやっぱ精霊としてみなしてるのは日本とそのケルトの人たちはそうで、もう自然から全部に、矢をよろずの神のその
感覚ってすごい似てるかなと思うんですよ。だから、その、神格化してるので、木にね、ある木、あのね、ケルトなんかは、小さい時に、もう自分の木って決めるんですって。もう、連れてかれて。で、その、自分の木っていうのを決めたら、もうそこにいつも神託を聞きに行くんですって。木に対して。まあ、それぐらい敬ってて、神様みたいな、こう、精霊というものをちゃんと信じていて、ずっと密着して生きてるので、その神眼みたいなものをつくんでしょうね。木をどういう部分を使ったらいいのかとか、どういうふうに有効利用していくのがいいかっていう、日本のその、見方もそうなんでしょうね。だから無駄にしないし、で、日本のその、家を建てるのも本当無駄ないじゃないですか。で組み合うしね、きちっとね。あれすごいですよね、うん。だからまた組み立てて別のところでお家がまた同じように建てられるし、未だにね、古いお家でも100年とかでも生きてるっていうのは、釘とか使ってたりね、そういうこうものがなくて、本当に木をこう組み合わせてる場合は長持ちするらしいですよね。うん、だからね、そういう力っていうのが本来はあったんですね、私たちもこう。神様とか精霊とか不思議なエネルギーとかそういうものを見れるのが大昔は当たり前で、本当に私たちが見えるってあなたたちが見えないのよじゃなくて、みんながそれを感じていた、うん、それがだん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 機械化して意識がこう逸れていっちゃってるので、退化してるっていうのかしら、自分の能力がこう退化しちゃってる根はあるんだけど、それが今だと思うんですよね。で、その自然の中で、こう、木がじゅんぐりじゅんぐりにね、花を咲かしてるね、して、またそれがこう、葉っぱが散って、っていう、こう、繰り返しあるじゃないですか。最後に木はもう何百年とか、もうすごい長い期間生きてて、もうどうしようもない寿命が来たら、その脇からね、新しい木がね、出てきてたりとか。で、またそれが育ってて、本当にこれ、輪廻転生だねっていう見方をするんですって。だから私たちのその人生とか生き様とかっていうのは、じーっと自然を見ると見えてくるものがね、あるんじゃないかなーなんて、そんな話をいいですかね。そうね、深い話をするとこんな中そうそうそう、深くなっちゃうからね。そうなんかね、木だけの話になっちゃうから、ね、あの木はこうでねみたいな、そうそう、あの木からメッセージとかね、面白いですね。深いですよね。私はね、自然からね、人間の生き方って分かる気がする、うん、あのヒントがいっぱいあるような気がする。うん、どん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 その進んでいくんだけど、うん、でもその進んでるものを見るよりも、古来からあった本当に自分の周りにあった生命っていう中に真実の生き方があるような気がしますね。うん、うん、なんか私の方が退化して、なんか古い方へどんどん戻っちゃってるかもしれない。交代してるかもしれないけど。ねえ。なんか、みんなさんいろいろ書いてますね。ねえ。そうね。出雲大社の松さんは話せます。ああ。うん、確かに。あ、そうなんや。あと、あんこさんのね、ほら、あの、つながりの深い住吉さん。はい。住吉さんのあの、木、ご神木すごいですね。あの、名前しちゃった。ちょっとど忘れしちゃった。うんうん、あの、出て、階段降りて、あの、うん、池のほとりにある。住吉大社の池のほとりに。石を拾う場所にある。うん、はいはいはい、はい。なんかちょっとこう、すごいくぼんでるような。そうそうそう。子だからの、あの、ね、石を拾って、はい、そうそうそう、あの お宮参り、あの、そう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 、うん、あそこは本当にあのこの間ね、初めて連れていただいたんですけど、あのやっぱスポットライトみたいにこう、あのわーっと光がその木に差し掛かって、ね、で丸いね、写真ね、あの写真にも写るくらいすごかったんですけど、こんな丸いね、こう大きいね、丸いあのエネルギー、その光がね、何色って、マゼンダ色がね、こうあのワワワワワってね丸い玉がね、こうスポットライトのところから上からこうね下がってくるのが肉眼でも見えたし、サメでも撮れたっていう、すごい、あ、面白いと思って、うんうん、すごい好き、ね、好きでしたね。
まあ、私は、木といえば、ここ最近ちょっと大阪城行ってきたんですけど、大阪城に、あのね、ある一角ね、すごくいい香りのいいところがある。で、お花がじゃなくて木が香りがいい。木の香りが。あ、これってさ、アロマなのかなとか思うぐらい、なんかちょっと甘くて、爽やかで、なんかいい香りのところがあってね。冬場も香っててね。そう。この前もちょっと大阪城散歩行ったらね、そこのスペース、みんなが匂うって言って言ってくるから、そう、あ、これ私の錯覚じゃなかったなと思って。あんこさん、今度連れてください。ぜひぜひ。ね、あの、アロマも結構木から、あの、取ってますもんね、アロマ。ね、そうですね。うん。香木もいろんな種類ありますからね。なんかちょっと新鮮なね、香りは、あの、木のね、あの皮とかそういう樹液からとかありますよね。まあ、本当にあの、まあ、お線香じゃあのお香とかっていうのはもうね、白檀とかそんなも高くなってしまって、そうそう、なんかどんどんね高くなってくるけど。高くなってくるけど。そう、お値段、お値段がどんどん。白檀はね。でもいい匂いですもんね。日本人はやっぱり落ち着く。そう、やっぱりね。あかりさんに質問が入ってますね。あかりさん。木ともお話できるんでしょうか、エピソードがあれば教えてください。ここでですね、あのブチさんが前にここで放送してくれたマイケル・ローズさん、彼がなんかやっぱり植物とかと喋れるっていうので興味持って彼の本読んだりしてるんですけど、結構同じような体験していて、で、そう、植物と喋りますね、私も。特にあの今はそのドラゴンツリーっていうのはちょこちょこ言ってるんで、あそこに行っちゃう自分の苦しみ、悲しみを話したり、ここまでやったんだよとかって言うと向こうから分かってるとか、あの、ドラゴンツリーヒーリングを始めたのも、その木自体から、導かれたっていうか、自分を使う方向性で教えられたかなってところがあるので、あの結構喋ってるんですよね。で、去年かな？去年じゃない、一昨年かな。やっぱり結構ハードで、体がボロボロで、もうふらふらしてて。で、銀杏が鳴るときに、そこへ行って、あの、近くに銀杏もやっぱり神木であるんですよね。銀杏じゃない、イチョウの木が。あ、イチョウね。そうそう。イチョウの木もね、あの、なんか、ボケ防止じゃないけど、アルツハイマーの人にいいとか。そうそうそう。でもあれね、毒素があるから、あんまりずっと続けちゃいけないんですよ。一応は女性性のね、エネルギーがある木ですね。うん、で、そのイチョウの木にこう触れて、ドラゴンツリーも触れて喋るんですけど、うん、触れて、やっぱりいつものようにいろんな日常の話をして、うん、で、どうもありがとうっていう話をしたら、銀杏を持ってきなさい。そこに落ちてるから。って、だって袋持ってきてないし、手臭くなるし、みたいな話をして、確かに私に足りる分ぐらい落ちてたんですよ。みんな持ってっちゃうんで、いや、臭いよ。よくカバン見てごらん。身がついてる。身がついてる。そう、まだ臭いやつがついてる。で、よく見てごらんって言うから、まあ、カバンガーって探したら、まあ、ティッシュペーパーのね、袋があったから、あ、これかいとか思って、ティッシュペーパー抜いて、じゃあ持ってくねって言って、自分が食べる分持って、で、お家帰って行って食べたんですけど、やっぱそれでね、風邪ひいてたのもね、ちょっと楽になってたりとかするので、そんな感じで日常喋ってるので、そうだな、強烈なのって言ったら、そのドラゴンツリーヒーリングを教えられたとか、ドラゴンの木っていう意味でね、いろいろ、力になってくれてるなっていうのはあるんですけどね。力にね、なってくれますよね。私も木は本当に元気がね、本当に元気がない時から元気をもらってきて、それで、まあいろいろ私もお話をしてたんですけど、なんか、2年ぐらい前から九州に急に呼ばれることが多くなって、毎月のようになぜかなんか九州に行くことになってしまって、そんな時にやっぱりあの、ご神木とかと、こう、お話しするじゃないですか。で、自分の、メッセージとかと他に何か、なんて言うんでしょう、宅急便屋さんじゃないですけど、何かね、預かってる感覚が一回っていうか、2年前ぐらいに初めて感じて、
で、なんだろう、でもなんかそんな、開けてみちゃいけないけど、ちゃんと届けますみたいなのがあって、で、特にね、九州の福岡の糸島のね、桜井大神宮っていうところ大好きなんですけど、そこのご神木と会った、あと地元で神社に急にナビが連れてってくれて、連れてかれたんですよ。急に？急にカフェを探してたら、神社に着いてありますでしょ、ね、カフェもあるんだけど同じ駐車場 でカフェはお休みで、あと思ったら神社だったから、あ、ここに、もうその頃はだんだん素直に受け止める状態だったんで、あ、神社ねって、大雨だったんですよ、今日みたいな、でも、うん、車を開けたら日が差したんですよね。そんな、なんか出会いがある神社があって、うん、でその後今度また糸島には戻らないつもりだったんですけど、今度戻れみたいなメッセージが来たんで、うん、エネルギー講座とかをね、本当に神社のすぐそば のすごい素晴らしい空間でさせていただいたことがあって、でその時にまたやっぱり預かったんですよ。で、その長いその楽しい旅の後、地元に帰ってきて、でさ、ナビで連れてかれた神社には行こうとは思ってたんですよ、お伝えするように。でもまあちょっと疲れてるから2日か3日後でいいなと思ってたんですよ、うんうんうん、やっぱり旅すごい長い旅だったんで。そしたらそのもう次の日にもうこう降りてきて、メッセージなんか漢字と数字がバーって出てきたんで慌てて書き留めたんですよ、ううって。そしたら調べたらその神社の、まあ、近くの住所だったっていう早く来なさいって言われて、で、あ、すいません、今日参りますって言って行ったっていうね。なんか木は本当に地面っていうかね、木のネットワークがわーっと広がって、いろんなエネルギーを共有してるってね、ありますけど、なんか本当に大事なものは時々やっぱり託されたり、まあ遊びなのかね、ちょっとわからないんですけども、そんななんかお役目をね、たまにさせていただいてますね。なんか面白がって催促されちゃってねすいませんみたいなねことがありました。マンコさんの守護霊との会話も面白いですよね。私の守護霊ガイドだったっけ、守護霊ガイドとか守護霊様、そう、なんか2人の、うん、2人じゃないか会話してる、私情景を私に話してくれてるとか面白いなって、こうやって使うよみたいな。あれ、大阪弁なんだっけ、そうそう。大阪弁で乗りつっこみじゃないけど、うん、そう、使ってやらなきゃダメみたいな。あ、そうそうね、まあね。あ、そう、私はね、そうよ。ふと、すっかりもう守護霊さんのこと忘れてたけど、とか言って。でも本当ね、私はこうするよって言ったら、ね、守護霊様もホイホイってやってくれるけども、うん、まあいいよいいよって言ってたら守護霊様も寝てんねん。おっと、うん。だから、うん、私ももう今ね、もうね、もうこういうふうにするんだからって言って、言ったらもう慌てて準備手伝ってくれるっていう感じでね。まあ、今ね、私も本当に、まあ、言ったら、エジプト行ったりとかって言ったらお金いるじゃないですか。で、私、本当に、ね、最近本格的なちゃんとセッションもちゃんとしてなかったっていうね、反省も含めてね。まあ、ちょっとこう、もう本気で、ヒプノセラピーするよって言って、宣言したの。ね、そしたらもう朝ね、うん、3人なんか。そう、東京3人。昨日の、昨日の晩も一人で、今日三人で、明日の朝もお一人かな、うんうん。そう。で、まあ、お値段もすごく私にしたらお安くさせてもらってるんだけれども、でも、やっぱりセッションさせてもらうことが、やっぱり大切かなと思って。うんうん、ね、すごくね、楽しいし、ね、あんこさんもすごく生き生きされて、ね、楽しむね。もうね、セッション命っていうか、うん、だってさ、お客様とかがさ、あ、なんか、ちょっとでも喜んでもらえたりとかしたら、すごく嬉しいじゃないですか。ね、だから、今朝もね、朝、新聞取りに行って、階段登って上がるんですけれども、うん、8階までね、なら、うん、今日はね、なんか、トン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 って上がれた。ああ、もう気持ちがね。そうそうそう。ウキウキじゃないけど。そう。
そう、だから、セッションの何が嬉しいねんっていうとこかもわからへん。でも、ね、やっぱり、させてもらえるのは本当感謝。うん、嬉しい。でしょうね、私も大好き。なんか、幸せになるんですよね。クライアントさんの笑顔とかも、雨上がりのね、キラキラした、もう虹が出るような笑顔をね、最後に見せてくださるんで、もう本当に幸せな気持ちになるんですよね。私は電話やったら見えへんけど。だからなんか本当幸せなね、あんこさん、お仕事ですよね。本当幸せ。ね。まあ、イベント会場でする、短い20分とか30分のセッションも、セッションでいいんだけれども、やっぱりこう少し長くすると深いところまで入っていけるから、うん、まあ、それはそれで楽しくて。うん。ね。うん、そう。まあ、そうね、あかりさんも言ってくれたけれども、守護霊様とはね、そういう感じでね、ガイドとか神様とかも、接していく。だから朝、階段登る前も、あ、神様と一緒と思って登る。ちょっと上がるんですよね。そう、そう。思わなかったらめっちゃ重たいよ。この体やもん、この体重やもん。8回まで。痛いんですよね、もともとね。そうそう、もそう、そうな、歩けない時まであったから。ね、それが、その神さんと一緒って言ったら、階段何回まで上がるんでしたっけ？ 8 回。そうそう。8回なかなか上がれないもんね、普通の人でもね。そう。で、まあ、マンションやから、こうね、天井が低いのかなとか思ったりするけれども、まあでもね、やっぱ普通ね、5階まででも登るの大変じゃないですか。大変ですよ。ねえ。だからまあ、8階まで登れるっていうのは、やっぱりこれは神様パワーかなとか。うん、ガイドが一生懸命頑張ってくれてるのかなと思って見守ってね。でガイドも筋力つけないとね。普段からこうねちょっとね頑張っとかなあかんなと思って、うん、そうそう、なんかねこうやってまあ、スピリチュアルのお仕事してる人でここまでぶっちゃけた話ってあんまりしないから、うん、私もね私のガイドとの付き合い方があるんだけど、みんなああそうやって面白く付き合ってるのねっていうのがね皆さんにも伝わるといいなって、そう、ね、神様がついてるみたいな形が欲しいのじゃなくて、うん、もっとなんだろう、自分に近い家族のような行くでって大阪弁ね、一回からね、行くでって、登るでって、はい、頑張ってやって感じでね。そんな感じなんです。だから、喧嘩したりとか。うん、喧嘩もするんですか、ね、喧嘩しょっちゅう。なんでこんなに苦しめなきゃいけないのとか言って。ほな、お前がこれだ、こうだ、だから、とか言われて。とか、今言えないとか。自分で学べみたいな感じで言われたりとか。そんなこんな苦しいのあんた分かんないからでしょ、人間に生まれたことないからみたいな感じでガーッ言ってなんか私あんこさんに引っ張られて関西系の自分になってる私は本当は品が良くて座り直そうみたいな私もこんな感じですそうなの、結構ね皆さんねちょっと自分のガイドとか見えないとかね、なんかかしこまっちゃって、うん、本当美しい、綺麗で、こうビシッとしててみたいなイメージあると思うんですけど、実際そういうスピリットのね、エネルギーもあるんだけど、なんかこう、もっとこう、自分に近いですよね。自分を守っている存在って。そうそうそう。なんか見てても面白いですよね。クライアントさんの、へえ、みたいな。あ、こういう人がついてるんだとか、うん、あ、こういう動物、あ、ぴったりとかね。ある厳しい人とね、優しい人とね。私が夢の中で、出会ったっていうかね、私のガイドはね、めっちゃ可愛かった。男の子で。私にそっくりとか言いたいでしょ。もう羽がバサーっとついててね。そう。うん。まあ私の夢の中で私もスマートやったから。そうだね。ね、あんこさんのそのポジティブシンキングというかね、そこがね、すごい引っ張ってくるんだと思う。そうよ、本当に。うん。そう、だから今ね、まあ、あかりさんが、なんかね、もう神様何よって言ってるかもわからんけど、これは、あかりさんが選んだことやし、とか言う。これがまた、今度は、あかりさんの力になってねって、またね、面白い本書けるじゃないですか、とか言う。そうよね。うん。そうよ、そうよ。一番ね、自分にいい形で、うん、自分の一部ね、うん、
まあ、言いながらも私もよく泣いてるけどね。去年はもう3回ぐらい泣いて、泣いてというか、まあ、折れそうになったけど。まあ、でも、やっぱこの体はちょっと折れにくいかも。先週ね、ちょっと、なんだっけ。スピリチュアルテレビの後に3人で喋ったテーマの中に、ここからちょっとヘビーかな、どうだろう、一番話題になった話の中で、うん、あるがままに受け止める、うん、特別、こう、なんだろう、善とか悪とか、うん、闇とか光とか、うん、そういうもので、こう、区別するわけでもなく、なんか、ポジティブシンキングじゃなきゃいけないとか、うん、こうじゃなきゃいけないっていうのではなく、うん、あるがままの人間らしい自分が一番いいんだよっていう話をしたんですよ、実は。うん。うん、なんか、そこら辺が普通のスピリチュアル話と違うかな、みたいな、うんうん。そうそうそう。なんかね、よく、ま、この番組で言うのもないけど、悟りの人はこう悩まない的な感じのこととかね、なんか、そう、努力したらダメ的なこととかね、なんかあるような、まあ、努力はしてもいいのが、精一杯、するのはいいけれども、まあなんかね、頑張らないとかという、まあ、自分の好きじゃないことをやるのは頑張るけども、好きなことをやるときは、あれは、一生懸命こう、歯を食いしばってやるときでも、あれは頑張ってると言えへんのかな？好きなことをやるときね。うんうんうん、でも、好きなことのためでも、やっぱり、あかりさんも本書くのにさ、寝ないで書いたりとかさ、私もこう、イベントするのでも寝れなかったりとかさ、こう、人生生きていく上で、好きなこと、まあ、生きていくっていうことを好きだと思ってたら、その生きていく上で、例えばもう本当に夜も寝ないで、お仕事をしないといけないとかね。まあ、いろんな、まあ、一見苦難っぽいことがあるのかもわかれへんけれども、そやけど、まあ、それは好きなことのためってやから別にいいんかなとか思って。違うんかな。これも私が最近よく言ってることなんですけど、私がね、もう今の理論で落ち着いたっていう話をちょっとするって、Facebook の方でも言っちゃったんで、もう何人か知ってるんですけどもね、今私は娘が亡くなって、はっきり自分が3人いるって見えてるんですね。で、1人はすごくスピリチュアルな自分、要するにスピリットとしての自分ですね。全部わかってて、自分が選択してきたこともわかってる、今の経験がどういう意味があるのかもわかってる、向こうに行ったらどうなるのか、魂は永遠、そういうもの全部わかってる、自分はいるんです、ここに意識の中にしっかりと。それともう一つは人間の自分。ああ、娘がいない、寂しい、今後どうしていこう、私は幸せじゃないとか、うん、ね、日々のお金のことで悩んだり、なんだろうな、うん、人間らしい感じですね。誰かを見てカチンときたりとか、嬉しいと思ったりとか、ごくごく普通の自分。そしてもう一人は、こう、それを分析してる自分がいるんですね。うん、で、何が言いたいかっていうと、今の話で一番言いたいのは、その人間らしい自分なんですよ。人間らしい自分、何か。私たちは神様のままでここ来たわけじゃないじゃないですか。スピリットのままで。何でもできて、体がなくて自由で、何だって好きなことができて、何だって繋がれてって。じゃなくて、私たちは一つのこう肉体っていうものをね、もらって、この中に入れられちゃって、子になって、みんなと引き離されて、寂しいとか痛いとか苦しいとかそういうのを感じ、で、人生がどこまでしかないとかそういうものを感じ、病気の恐怖、ね、いろんなものを持っている、この人間の体をわざわざ選ぶ。うん。ってことは、この人間らしい感情、辛いも楽しいも嬉しいも何でもその感情を、感じるために生まれてきたのに、神にならなきゃいけないと思う必要はないような気がするっていうのが今の私の中の結論。うん、これを人間としてすっごい味わいながら、もう一人のスピリットの自分がちゃんとね、理解できてるっていう形がベストで、うん、そして三人目の私がいるっていうその分析をする。スピリットと人間のその分析をして、ちゃんとそれを学びに変えている自分がいる。この三パターンのね、自分っていうものを意識するのが、なんか、一番こう成長につながるような気がして、で最近そういう話もしてるんですよね。っていう話をしたんですよ。うん、そうそう。まあ、少しずつ、まあみんなが、
自分の中のこうスピリチュアルっていうのをしっかり持ってたりとかするのかなと思ってて、うん、そう、まあね、ヨッシーさんが自分は助けてくれない気がする、うん、ガイドさんみんなガイドに助けられてるって言うけど、うん、私はガイドに助けられていない気がする、うん、じゃあ助けられてないんだわあらいやもう本当その自分の直感が一番ですからだから私言ってるやん、だからいいよいいよって言ってたらガイドも守護霊も助けないよってだから助けてほしかったらね、私はこれするぞってやるぞってだからヨシさんね、すぐそばにスタンバイはいつも見守ってはくれてるからそうそうそう、ね、そうよっしゃってね、そういうあんこさんが好きいやでもでもまあでもやっぱりこうやってまあ時を一緒に保あの、うん、一緒にできるとかね、やっぱり回り回ってやっぱりこうねガイドたちがね話し合ってることも多いのよね。私とこセッションに来られる方もう何日も前から私とこのガイドと一緒に相談してね、今度ね行くらしいからね、こうこうこういうことねちょっと言ってねとかねっていう相談あるみたいな気がするからそうヨッシーさんね多分ね、うん、うん、助けるっていうね意味が、うん、ハッピーハッピーにするっていう意味と勘違いしてると思う、うん、私のね、うん、ガイドはすっごいスパルタ、うん、だから、うん、本当に苦しくてまだ踏みつけてまだこうねじり上げてみたいなね、うん、ガイドよ、いつも文句言ってるけど、うんね、でもね私確かにすんごい苦難も多かったし大変だったし、で答えを探してるのにみんなのようになんだろうな悟るっていうところでスポンとはいかなくて、ものすごい悩んで悩んで自分に問い合わせしてもう24時間考えて、うん、でも煮詰まった時にポンって答えが来たりとか、うん、経験とかその体感で分かるまでやられたり、うん、追い詰められてくるのね、そういう形で教えられるからある意味人間らしい自分はこの野郎って思うし、守ってなんかくれないわよ、みんな守ってるけどうちのガイドなんか絶対守んないわよって、うん、もう人間らしい感じはあるのよ、うん、でも過ぎてしまうとすごく成長してる自分があったり、その経験が逆にこうね、いろんなことで使えたり、特に今の私はセッションで使えるんですよね。自分の経験が嘘じゃなく伝えられる。お客さんじゃない、クライアントさんに、あなたはこういうことで悩んでいる。でも私はこういうことがあって、こんなことがあって、こういう風になっていったよって言って体験で話せるっていうのはものすごい武器で、だからね、ヨッシーさんのそのガイドに助けられてないんじゃなくて、何らかでね、助けてくれるんですよ。だからまあ本当に今ねすごく本当に苦しい思いされてるかっていう時でもね、これは本当に自分が選んだっていうかね、これを本当にこの学びであったりこの経験であったりっていうのがすごく大切なんですよね。そうそうそう、あんこさんバチって言うからそうそう、まあそれさっきの冗談ですからね、あんこさんの方がねあれよ、うん、ガイドさんにね、結構ね、うわうわ言ってるのよ。助けないと。うん、私にそう言ったもん。私がなかなかね、うちのガイドね、スパルタで全然言うこと聞いてくれない、守ってくれないのって言ったらね、守らせるね、みたいな感じでね、考え言うんだよね、確かね。付き合い方がね、分かってると。そうそう。あこうなのよ、ね。そう、そう。ね、私言ってるもんね、あんこさんね、ガイドさんに ね、うん、そうね。っていうかね、自分が行動すんのよ。もう自分が叩くねん。もうだから私のガイドやからね、私がボワーンとしてたらガイドもボワーンとしてる。私がもう精一杯一生懸命ガーってやってたらガイドもさ、やっぱり同じだけ頑張ってんの。そうで、それがね楽しいよね、あんこさんの。そうそうそう。うんうん、表現がねすごくね、そうね、そうそうそう、浮かんでくるよね。そうそう、ね、映像が。そうそうそう、なんか顔つきとかも浮かんでくる。だから私も時々自分で頑張るっていうかね、一生懸命するっていうこと忘れんねん。しょっちゅう。で、忘れて、いや、大変やなと思うときあんねんけど、よう考えたら、あ、こんな手やったやんと思って、あ、これはやらなあかんわと思って、ね、そっち一生懸命やったら、まあ、それはそれなりにまた、ちょっと明かりが見えるから、ね、まあ、
そうね。自分の力ではどうしようもないこともいっぱい本当にあるんだけれども、でも気持ちね、一生懸命ね、今ね、そこでね、生きるっていうか、明るくね、すべてをいい方にね、捉えていくっていうことをね、今試されてるかもからよ。で、よかったよかったってね、必ずね、今日こうして時間持てるのもよかったし、ね、夜お布団に入って寝れるのもよかったし、ま、ご飯食べれるのもよかったし、あ、よかったなと思ってたらね、本当に気づいたらね、なんかどんどん良くなってるような気がするよ。ね、まあ、これね、まあ、例えば、ガイドさんも、守護霊も、親のような存在でね、でね、例えば、ちょっとたまには、痛い思いもさせないとね、強くならない。ね、私のこと愛してるからね、もっともっとね、ちょっとね、苦いだろうと思ってさ、ちょっといろんな刺激も与えてくれるんだけれども、ね、そのたんびに私はさ、そこのことに文句言ってたらさ、それで終わってしまうねん。もうそんなどうでもええねん。もうとにかく私、乗り越えたコルトに、喜びある？まあ、まあ、よく泣いてますけどね、私は。すいません。ヨッシーさんが笑い。結構助けてって何度も言ってるけど、低空飛行ですって言って。うん。低空飛行をどうしたらいいか。あ、でも低空飛行してくれることに感謝。感謝したら、もう本当にガイドが守護霊様パワーアップすんね。文句言ってたらどんどんね、パワーダウンすんね。なんかそれね、お母さんからも教えられたんですよね。感謝しなさいってね。あんこさんの。そう。でもやっぱ感謝が一番パワーになるんでしょうね。後ろの方の。そうやね。うん。まあ、ね、沖縄の島袋千鶴子先生っていうね、占いの先生いらっしゃるんだけど、その先生ね、よかったかなんか、そういうことをね、言うといいですよっていう本も出してはるわ。ぐらい、その魔法の言葉やね、よかったとかね、幸せとかね。うん、そう。そういう、魔法、受験も魔法の言葉でどんなか知らないけど、でも、ね、言霊ってすごい力があるので、神様も騙せるから。うん。うん。そうね。まあ、些細なことでも良かったことを見つけて良かった良かったって言っていくとね、いいんちゃうかなと思いますけどね。頑張ってくださいね、ヨッシーさん。ね、まあ、辛い時はね、辛いよって言って泣くのもね、いいかな。そう。それがね、あるがままね。そうそう。思いっきり泣けばいいんですよ。泣いたりね、するの良くないとかっていうのは私思わなくて、やっぱり涙は浄化だし、思いっきりね、こう感情を出さないと、ここでエネルギーがね、よどんでくるんですよね。そうそうそう。どん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 おかしな方向に。そうそうそう。我慢とかね、そういうのを、無理とか我慢じゃないものを、していく、選んでいくっていうのが、まあ、あるがままにつながってくるし、あと、まあ、感情とかは人間なんで、人間っていうその機能がもうついてるんで、日々のいろんなことで感情、嬉しいことも悲しいこともいろいろあると思うけど、その感情を感じることは別に悪いことじゃない、怒ってもないし、そうよ、本当悪いこと、じゃないし、ただあかりさんがさっき3人いるって言ってたけれども、それをなんかふーんって見てる自分もいて、でなんかね、バランスだと思うんだよね。すごく振り子のようにこう喜びも喜びだけがいいかって。だってもう恵まれてたらさ、ね、何も楽しくないやん。恵まれすぎてたらさ、そうどっちがいいっていうとかさ、どっちが丸とか×じゃなくて、感情はもう感じるもうシステムもできちゃってるんだから、感じた時にその触れた時にその自分がふーんっていう自分がほーっていうふうに見る、その感情は出して、その上で自分が今本当は何を望んでて、本当はどういう存在なんだっていうのをどこかで多分皆さん分かってるけど、いろんなことでちょっと麻痺しちゃって 見えないとか、私は分かんないとか多分あると思うんだけど、それを少し研ぎ澄ますというか、クリアにしていくと、触れても触れても真ん中にいるような感覚になる。だから我慢しないで泣けばいいし、怒ればいいし、笑ってることだけが正義じゃないって言うと変だけど、正解じゃないんですよね。
だってあのこの3次元ってこう地球でねいろんな感情を味わうために生まれてきたっていうのも一つあるから、うん、あの、あまりにも恵まれすぎてたら怒りもないしね。ね。うん、あの、それこそ、怒りがない反面、喜びもないかもから。だからつまんないから人間に生まれてくるんですよね。うん、そうそうそう。でもね、こう、ウスピーさん、泣けないのって異常なのかな。うん、心理学的に言うと、ある意味、ブロックかかってるんですよね。泣けないっていうか。でも、異常じゃないです。あの異常ではない。泣いた方がいいって言ったけど、泣くことが別に、あの、正解じゃないから。あの泣きたい時に、うん、あの自分にとって何をしたいかの時に我慢したり無理したりしないことが自分にとって あの素晴らしいことかなって、うん、うん、それを感じるようになってくるとあのもっとね分かるというか楽しいかなっていろんなものが分かってくると思います。ただねウスピーさんの場合はちょっと違って、うん、今私のところに降りてきてるのは泣きたくても泣けないって意味だと思うんですね、うんうんうん、涙を出したり、わーってこう思い切りわーって泣くっていう、その発散するのがうまくできないっていうか、ブロックかかってるっていうところで、異常なのかなって言ってる感じなので。もうなんかあの、このテーマだと、もう頭がぐーっと、あの、右側ぐーっと痛くなるんで、うん、あの、いろんなことが関わって、あの、うん、思ってる。ただ、でも、異常とか、なんか、なんだろうな、その言葉で片付けて、うん、そう、卑下しちゃわない方がいいかな、なんていうふうには。異常ではないのね。ただその、うんうん、ある部分で心のブロックがかかってる。今、そうしちゃ、うん、そうしたがってるみたいな。そう。何がそうさせてるかっていうのを、こう、解除して、解放したと、泣けるようになるんだよね。うん、そうそうそう。そうすると楽だったりね。そうそうそう。うん、また違う感情が生まれてきたりね。うん、答えがふっと、ああそうか。だから大したことじゃないとかね。いろいろ。うん。悲しみを感じられない人は喜びも感じられない。比例してるかなと思ってね。だから悲しみを悲しみとして受け止めることができる人は、やっぱり喜びを喜びとして受け止めることができるので。できれば、まあ、ちょっとこう、ウスピーさんの場合は、もう、自分自身の、いろんなことをこう、ちょっと思い出してみて、あ、よく頑張ったねって、あ、だからそうやねって、自分のことをもう少し理解して、してあげると、もう、ウスピーさんの魂が素晴らしくクリアで、綺麗やっていうのがね、分かってくるとね、感動して泣けると思う。あ、よく頑張ったなって。私はそれで、2週間ぐらい、泣きっぱなしになりました。そう。54歳ぐらい。いや、50歳過ぎるぐらいまでは、私も、あまりこう、どういうのかな、感情を抑えてたっていうか、自分の痛みとか苦しみに気づいてなかった。あんまり泣いたり。いや、泣いても、っていうか、本当の意味の苦しみに気づいてなかった。あ、50過ぎたぐらいに初めて、あ、私こんなに悲しかったんや、こんなに辛かったんや、よう頑張ったなっていう思いになってきて。で、だんだん、私って、すごい嫌な性格やった、まあ、性格なんだけど、あ、なるほどなって、そらしゃあないやんと思って、なんか、そう考えたら、なんか、なかなか私もええ子やなと思えて。それで、あ、ごめんなさい。いいね。うん、人生って、冒険だと思ってるの。探検とか冒険とかね。うん、で、この、ウスピーさんは自分が泣けないってことをまず気がついたわけじゃない？ボックスに鍵かかってるやつがあるってことはね。うん、それを探して、その鍵を探す冒険をしてるんだと思う。そこのスタートラインには立った。自分が意識してるわけだから、泣けない自分。どっか感情が収まってる自分。ね、だから、これからその原因をこう、冒険で探してくれる、宝探し。ここが、人間の醍醐味、生きる意味、面白みなんだと思うのね。確かに苦しいと思う。ヨッシーさんもね、いつも土俵際とか書いてるんだけれども、私なんかもう土俵際なんてもう、ほとんどそうだからさ。もうこんなに苦しいことはあるんかいみたいなドラマチックなんだけど、でもね、それをね、探検して探検して、なんでこうなのかな、とかね、ここから何が学べるのかな、と思って、鍵を探す。これが人生なんじゃないかな、
なんて思うんですけどね。ね、だから気づかれたことがね、そうそうそう、素晴らしいですよね。そこからまた始まる。そうそう、うん、ね、もちろん本人は苦しいでしょうけれども、気づかれたこと素晴らしいです。まずはそのお祝いですよね。今音聞こえました？なんかガシャンってこれね、屋根から雪が落ちてるの。雪溜まった？そうそう、積もった。雪がね、結構積もってる。うちの方は雪が積もってて、さっきからゴタンバタンとかってね、屋根から落ちてね、すごい音入ってるんだろうなと思って。すごい。今回雪何も見てない。大阪はどうですか？大阪も全然雪、ま、なし。やっぱり、うん、なんかどっか田舎なのかなんかね、ニュースとか、あのニュースっていうか、そうそう、あのそうよ、だから東京はほら雪がすごい積もったでしょ。だから私都会なの、うん都会の女だそこで笑っちゃってるあかりさんが素敵ですよね。なんかね、年取ったら結構何でも泣けます。ドラマなんか見るたび泣いてます。年齢ってね、感性がね敏感になるな。でもドラマとかその映画とか見て泣いちゃうのもね、曲聴いて泣いちゃうっていう、うん、その涙を流すことをやってみるのもいいかもしれないですね。物理的に、あの別にあのなんか気づいて泣こうとしなくても、その涙を流すことであの癒される、あの自然の浄化がね、うん、あると思うので、あのちょっとあの面白そうなっていうか感動しそうな映画を見るとかね、うん、そういうのもいいかもしれないですよ。ね。ね、うん、マスター、これなんて読むの？外道ガイドさん？ゲドウさん。ね、ゲドウさん。そっか。私ほら、漢字読めない。でね、彼女かな。ずっとね、高評価な。さっきからすごい褒めていただいて、今のお話聞いたら感動して泣きたいって。だってもう、泣いてください。泣いてください。ね、で嬉しいですね、こういうあの面白そうな感動そうな映画を見るとかね、うん、また開いてたんですよ、ね、すごい音がしました今。雪とかで、あかりさんの住まいどの辺でって言われたんです。川崎なんですね。ゲドウさん、ね、ゲドウさん、そうか、私ほら開いた人がいるんですあ、大丈夫ですね。うん、なんかね、そう、泣いてください。あ、なんか今日はじゃあ涙の日ですかね、みんなで。ちかこさんも立ち読みしてても号泣する。立ち読みってこのチャットだけでですか、泣くんですか？なるほどね。なんか感動してやっぱり、うん、あのしょっちゅう泣けちゃいますよね。なんか、うんうん、優しさに触れるとか、なんかありがとうのお話、なんかすごくありがとうがありがとうを呼んですごく感謝してるなんてお話を今日も聞いたんですけど、もう自分のことじゃないんですけど、そのことだけでもあのじわーってくるんですよねなんかあのやっぱ涙って直結してますよね。面白いですよね。うん、すごいですね。つながってる感じ。ね、まあ私はあのほら牛がね涙するっていうのは聞いたことあるんで、牛？それがかわいそうでね、そう、肉食べるのが辛くなるんけど。ああ。連れて行かれるときはもうね察知してね涙流すんだって。うん、そうなんですか。でもやっぱり動物って本当に知り合いのイタリア人でやっぱお肉食べなくなった人がなんでって聞いた時に、牛と目があって連れて帰れるとこだったとか、うんうん、ドナドナの歌みたいだったとか、うんうん、うちのお父さんなんかそれを知っててね、うん、食べるからまあ私はね、知っていてもお肉食べますよ。アニマルコミュニケーターだけど。まあ、ベジタリアンにもなれるんだけど、なったりもするし、なんだろうな。動物の気持ちもわかるし、喋ってるのもわかるんだけど、もう一つの自分の中に多分その大自然の恵みを受けている、命をいただいているっていう、本来の古来の人間の生き方っていうのも同時にあるんですよ。だから、一般的にね、スピリチュアルな人は、革製品着たり、買っちゃいけない。う
肉、魚、そういった生きたものを食べちゃいけない。じゃあ草だって、私植物と喋れるからね。草だって嫌だよって思うと、じゃあ何食べたらいいのってなるじゃないですか。あのね、この前、秋山さんってね、不食の人が言ってたんだけれども、基本的に植物は食べられたら嬉しいんだって。うんうん。でも、うん、そうともないものもいたりとかするのを感じてたりとか、でもですよ、私たちはちゃんと植物連鎖をするように神様が作っちゃったわけですよね。だからしょうがないっていうか、それはあるべき姿、うんうん、生命の。そこでどうその生命を生かすかが大事であって、例えば昔はね、動物飼ってきて肉食べて、まあ、骨まできれいに食べて皮が残ったら良くにしてる、うん、全部有効利用してるじゃないですか、うんうん、で骨は武器に使って、うんうん、私たち今の私たちどうでしょうね、スーパーでお肉買ってきて、あら腐っちゃったわペーとかしてちゃって、ね、革製品 の、 その例えばブランド物のバッグをね、1個でいいものがね10個も20個も買ってなんか倉庫にしまったるとかってないですか、今の人、うんうんうん、そんなはずいんだと思う。ちゃんと命をいただいて、私たちはそのおかげで、例えばバッグ持って幸せな気分だったり、それが革だから丈夫だから何十年も使えたりとかね、ケアして使ってる人もいっぱいいるし、うんかね、やっぱりお肉をいただいて自分のパワーもらって生きてて、うん、その生命と共に生きてるわけだから、うん、そこを気づいて感謝することがすごく大事なのかなっていう考え方も一つある気がする。うんうん、感謝はね、ついて、来ますよね。何に、ね、どのことにせよ、うんうん、全てにおいて、うんうん、まあ、食べたくないものを食べる必要もなくて、ベジタリアンとかね、ビガー本当のね、完全なあれもね、体を維持する方法をちゃんと知って、うん、危なくない形でやってれば全然賛成は賛成、うんうん、だってね、不食もあるわけだからね、うん、うん、そうね。ね。本当にね。びっくりやけど、私は。もう私もずっと見てました。不食の投稿を。えのきさんのやつ。うん、おーおお、元気そうだなと思いながら。究極それができるってことですよね。まあ、うん、ある程度の飴を舐めたりとか、いろいろ工夫はいるんだと思うんですよね。お医者さんのバックアップとかね。でも確かに牛が鳴くとかあると、そうそうね、あれはちょっと辛いな、私も辛い、うん、だって食べてるけどね、私食べちゃうね、そう不思議やねこれってね、うん、でもそれは多分人間も所詮動物だからね、雑食性に生まれてるからね、うん、そこと戦うために全部神のレベルに全て持っていくために生きてるとしたら、なんかね、腑に落ちなくてね、うん、自分はですよ、みんなはいいんですけど、私はなんかね、本来神様が作ったこの形をそのまま味わうではなくて、無理にこう神に近いように近いようにって全部を変えるのが正しいのかなーなんて思うこともあるけど、うんうん、その辺どうなんでしょうね。ね、なんかあれですね、善悪を決めちゃうのがやっぱりもともとの何か違和感があることで、ただ、うん、まあこれはすごく深い話になっちゃうから、うん、ね、あれだけど、でも、物差しはみんなそれぞれ違うし、うん、全ては悪いもいいも本来はないんだよっていうところから、うん、少しずつ自分で答えを見つけていくのかなって思いますよね、うんうん、そこであれじゃないですか、この間夜中にやっぱり喋った一つの話題で、ちょっと前半で言いましたけど、善も悪もない、光も闇もない、うん、あるがまんまっていう、そういう発想につながってくるとか、うんうんうん、いろんな経験するためですもんね、うん、結局は。そうそうそう、うん、この経験することのが素晴らしいなっていうかね、経験するために生まれてきてるからさ、だからそれをこう、なんていうのかな、ただ辛い辛いじゃなくって、まあ、辛いのはもちろん、感じるのは大切なことやねんけども、そう。で、そこからまた何か
に必ず学びがあるかなと思えるし、うんうん、役割もいろいろありますね、本当に悪い役柄をするために生まれてきてくれた人、うんうんうん、そうそうそう、事件を起こした人たちを肯定するわけではないけど、人間の自分は、うん、でも魂とか神レベルで物事を考えたときに、やっぱりああいう事件があって初めて命の大切さをね、私たちこう普通の人は感じたりとか、うん、明日はあの子がいないかもしれない、この人がいないかもしれない、だから今本当に精一杯その人を愛し抜くっていうね、大事なことっていうのも感じたりとかできるわけじゃないですか、うんうん、そうそう、本当ね、それは本当に神様っていうのは計り知れへん思いがあるのかなっていうかね、うん、不思議なね、だって普通の私たちの頭ではさ、神様の力があったらさ、何もそんな不幸なことなんて起こす必要もないわけやから、うんうんね、あえてそういう思いをさせるっていうところに何かあるのかなって。でご本人がね選んでるっていうのもありますよね、根底の部分で選んでるから、そういう何だろう、苦しみがダメで喜びがいいっていうふうに今決めちゃってるから、苦しんでる人は自分はダメなのかな、変なのかなってちょっと思いがちだけど、全てその感じる味わうっていう意味では全てご馳走なんですよね。うん、それが好き嫌いはあるかもしれないけど、すべてがもうとびきりのもうこの人間として生まれてきたご馳走なんですね。だからその中でね、その苦しみを好きな人は本当は自分で選んじゃってる。いやもうたまらない、このね、この癖がもうたまらないのよって言って、もう傷ついて傷ついてボロボロなんだけど、これがまたね染みていいのよなんていうね方もいらっしゃると思うので、ただそれは娯楽というか自分の中のその ご褒美でご馳走の中のレベルで、まあ、エゴも含めて味わってる部分で、そこからじゃあ本当に何をしたいのかっていうのはその先にあると思うんですよね。それを感じていくことがやっぱり自分が本当に望んでいくものの先が見えてくるっていうふうに思うんですよね。だから別に苦しい、ついてないとか辛いとか言っても、その方が悪いとかその方がどうとかっていうんではなくて、まあもしかしたら単純にもうやめられない癖になるって言って選んでることがふっと分かれば、ふっと変わってしまうっていうことも本当にたくさん見てきてますので、なんて言うんでしょう、決めつけずに今を楽しまれるとね、さっきあかりさんが言ってたようにワクワクしてくると、何がこの先起きるんだろうっていうのが多分楽しめてくるんじゃないかなって思いますね。もう10時になっちゃいました、あかりさん。本当です。あ、なんかの話になっちゃうの、ね、だんだん深くなってくる、長くなってくるんですよね。4時になっちゃって。そう、今日はあかりさんのね、この5本の黒もモンガと子猫の遺言、この本ね、私もね読ませてもらいました。はい、面白かったです。でこの本読んでたら、私とこで買ってたポメラニアンのナナちゃん思い出して、ナナちゃんがねいつもこの本持ったらねそばにやってくるの。なんかさっきね、誰かもそんなこと書いてた、動物がそばにいた気がするとかね、なんかね、いっぱい書いてくれてましたね。ね、ありがとうございます。スピリチュアルテレビの画面開けると、下の方にアマゾンのね、あかりさんの本の写真とそのポチっていう先があるので、そこから行ってもらえるとね、なんかスピ TV もいいみたいなんで、どうみたいな応援としてはそこからぜひ、はい、押してくださいねって。上の段の右端だったかな、右、こっちの方でね、そうそう、作者だって、作家はあかりじゃないので、滝ありなので、ちょっとあれって思うかもしれないけど、ボックスさん、袋ももんがちゃんの家系図書いておりました。実はね、家系簿ね、書かされたの。なのに載ってなかった。
あ、そうなんだ。うち複雑いっぱいいるから、うん、家計簿を書いた方がいい。あ、家計簿です。家計簿いらないよね。家計図書いた方がいいって言われて、ちゃんと作ったのよ。でもね、ここまでしてくれるのはすごい。うん、ねえ、書いてくれたんだ。そうそう。実はね、家計簿ね、書かされたの。なんか喋ってるよ。また開けたいの。誰だブチさん、こんな長くなってても、私はこのまま本の話を始めてよろしいのでしょうか。どうぞ。そうですね、このまま行きますか、じゃあ。え、どう、今度あれですか、武士さんと話された方がいいのかな。武士さん登場してないよ。いや、なんなら3人でどうぞ。何ですか武士さんお休みしてるでしょ。いや、じーっと聞き入ってますんで。いや、私がね、喋りすぎたそうですね、あのお約束したので、じゃあ本のお話ですね、させていただきます。本来は私はまずは How to 本を作れっていうミッションが来たんですね、最初。でも私は How to 本っていうのがあまり好きじゃないんですよ。なぜかというと How to を書いて、確かに必要なところは見るでしょう、皆さん。うん、あ、そっか、お金に困ってたらお金の How to 版、あ、そっかそっか、それやってみよう。でも喉元すぎればじゃないけど、それは忘れていく傾向性が、まあ、少なくとも私はそうだった。で、じゃあどういうふうにしたら、本当のね、意味とか、心に響く何かが残せるんだろうってずっと考えていて、そして、じゃあ今までね、私が、この、生きていく中でね、動物たちにしてもらったものを書いていこう。そのことで動物たちのスピリットを感じてもらう、愛を感じてもらう。そこでこう、ね、さっきも話したように、こう、自然のエネルギーを、皆さんに伝えていく一つの足がかりになるんじゃないかなって思ったんですね。で、ストーリーとして書こう。そして、嘘もない、こう、実話で書いていこう。ということで、この本ができました。そう、秘話としてはですね、これは本来5月に出る予定だったんですね。で、去年の秋ぐらい、終わりぐらいに、あともう少しでできるかなと思いながら書いていて、で、まあね、このモモンガのいくつかの昔の話があるんですけど、私の記憶だけじゃ定かじゃないものもある。じゃあ娘にも聞いて埋めていこうと思ってたんですけども、残念ながらその娘が3月の20日に亡くなってしまって、で、私はもうお手上げ状態でした。書けない。書けないな、どうしようかな、PC 開けてもダメ。で、話も話だったんでね、余計書けない。一体何をしたらいいんだろう。うん、この本の後半に書いてありますけど、私はもう生きることすらももう嫌だなと思っていた時期でもありました。でも、その後、娘が亡くなってからまだモモンガちゃんが亡くなったりとかっていうのは、まあこの本で出てきますか、ありまして、もうショックを受けてるところに、またショックっていう形で、最後はもうそのモモンガちゃんが亡くなっていく中で、もうダメだ、耐えられない。こんなもう自分を失っていく、愛するものを失っていく、傷ついてる心にまだ傷を重ねていく、こんな人生だったらもういらないやって思ったんですね。でも、その時にこの命をどう生かしていくかっていうことを自分のガイドに散々言われて、うん。でもやっぱり自分の使命はこれって言われても、で使命なんかいらないや。自分のね、人生がどういう使命があろうが、この子たちが死ぬんだったら、私が死にたい。この子たちの命を守るためだったら、私のそばから全部離してやろう。私のためにこの子たちが死ぬんだったらって思いもしたんです。で、全然わかんなくて、最初は。理解できない。自分のために死ぬ。自分のために病気になって自分に見せる。その意味は全くわからない。でも、最終的にガイドがもう一回わかりやすく言ったことには、この命をね、生かすも殺すも私。そして、その命をお前は無駄にするのかっていうようなことを、言われたんですね。ちょっと言葉をしっかり覚えてなくて本の方が正確なんですけど。そんなことをね、言われました。確かに今までの命がね、自分の前で去っていくのは辛かったし、苦しかったし、でもそれをチャラにしちゃう。何もなかったことにして本も書かないぞと。私もこの世を去ってしまうぞ。じゃああの子たちは何のために私に命を捧げてきたのかな。
それがやっと理解できて、やっと続きが書けるようになりました。で、最後のモモンガちゃんに関しては、私はもうその意味すべてが理解できたので、臨終の、2日ぐらい前かな、もうガンだっていうのを分かっていて、でもその子とすごい濃密なあったかい関係をぴったりと味わったんですね。で、最近の子も一人4日間ぐらいね、死ぬ前にね、仲良くさせてもらいました。その4日間仲良くした子は全然慣れない子で、1年前に来て、なかなか慣れないの、ね、これはもう年単位で付き合ってくるしかないなって思ってるのが、去年の後半ぐらいからやっとね、いろいろ会話が少しできるような感じ、少し慣れ抱っこできる感じになってきて、あ、これからだなって思って、先に亡くなるんですけど、亡くなる4日間もべったりでね、甘えて、本当に私がミルクをあげる、一生懸命飲むし、おしっこもちゃんと私がこう、誘導するとするし、もう、ベタベタでしたね。で、自分の体から出して、夜、ケージ寝かせようとすると、もう嫌がっちゃうので、自分の体の中で24時間、べったりいましたね。その中にやっぱり愛の交流っていうのがあって、あ、命ってね、死ぬとかそんなものでこう解決しないっていうか、短かろうが長かろうが、その中に何を込めたか、どんなやりとりがあったかっていうことが大事なのかなーなんて思ったんですね。で、一番嬉しかったのは、この本の感想の中でさっきあんこ様言ったけれども、その読者の亡くなった動物がいるとそばに来てる感じがすごくすると。で、その動物が一緒に読んでる感じがする。気配がする。あったかい。そういったメッセージを本当によくもらうんですよね。全然関係ない動物ですよ。モモンガでもない猫でもない。犬だったり、ウサギだったり、いろんな動物ですよね。インコちゃんだったり。で、今日来てるオカリンさんはインコちゃんだったらしいんですけれども、なんか来てる感じがする。っていう、そのね、すごいパワーっていうのは私は自分で書いたくせに、逆にね、この本って私が体を貸してるけど、私が伝えてるんじゃないな。動物のスピリットが皆さんに愛っていうものを届けてるんだなっていう感じがして、今すごく書いてよかったなって思うんですよ。まあ、エピソードとしては、そんな最中に書いたぞと、普通書ける状態じゃないぞとかで書いてたんですね。で、自分としてはこの薄さじゃなくて、もっともっと熱いものを書きたかったんですけど、この薄さの中でも私は、本当、ね、自分の全身から血が流れるぐらいの思いで書いてきたので、自分の命の思いっていうものも全部入れてるんですね。で、逆に出版社の方では、この長さだから伝わるものがあるんじゃないかって言っていただいたので、なんかね、書いてよかったなって思うんですけど、アニマルコミュニケーションってね、動物と話せていいなってみんな言うんですよね。で、さっきの牛の話じゃないけど、すべてがいい話じゃなくて、やっぱり、もう胸を締め付けられるような動物の虐待のこととかも伝わってくるし、そんなにね、楽しいだけじゃないんですよね、実は。動物の被害者っていうものものすごく今この現在多いんですよ。昔、そのモモンガのね、仲間たちと話した中に、一つすごいきつい話があって、今の人間社会って結構ストレスがきついじゃないですか。だから精神的に歪んでる人もたくさんいるんです。で、殺したり、いじめたりして、ストレス発散してたり、いや、自分が生きている感覚をそれでなきゃ感じられないっていうぐらいに病んでしまっている。その人が悪いというよりも、何かもっと深いね、原因があると思うんですけれども、そのある子供が、モモンガちゃんの足を一個切る。ハサミでパチン。血が出ますよね。それ見てまた楽しくてもう一個パチン。結局、四つ全部切って尻尾も切りました。血が流れてる状態でした。でも、親は、その子供を犯罪者にしたくなくて黙ってたんですって。でも、手や足だからね、即死しないんですよね、動物って。血が流れていってしまったんですよ。それぐらい、今の人間の中って、すっごく心がね、こうバランスを崩している人がすごく多くて、で、動物たちはその被害者になってるケースもすごく多い。それ皆さんも知ってますよね。なので、
例えば Facebook とかやってるとそういう虐待とかね、いろいろ出てきますよね。じゃあ、どうしたらいいんでしょうね、私たちって。その動物と、また自分たち人間の仲間がね、そういうふうに心が歪んでいく。でもそれってその人が悪いわけじゃない。そういう役割を演じたっていうところまで行っちゃうとそこまでなんだけども、これはやはり本来の地球の生命の、その、エネルギーからずれてきてるんですよね、私たちは。どん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 機械化が進み、どん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 生活はある意味楽になってるようなんだけれども、その機械的な部分で本来の心を失ってる。それぐらい忙しいし、それぐらい進むことに対してすごいストイックになってる時代だし。だからこそみんなの心も荒んでくし、そしてその忙しさの中に日常を感じる時間が持てないケースが今すごく多いですよね。会社に行けば朝起きて、起きる前からもわーっと支度して、で、満員電車、何で会社に行きます。で、朝からね、7時間、8時間、9時間、残業もっとあるところもある。それだけ縛られて、ヘロヘロになって、電車にまた乗って帰ってきて、ご飯食べて、あ、もう寝る時間だって寝て、で、また起きて。全然こう、お花が綺麗だね、とか、星がね、キラキラ光ってるね、とか、なんだろう、こう、自然のスピリットと対話する時間が今本当にないんですよね。だからみんなすごく疲れてる。だからセッションの中でもそれをすごく感じることが多い。私はそれがすごく昔から辛かったんですね。皆さんその波動を感じていて。で、私もすごいストレスでね、失神がいっぱいできて、原因不明で、いろんな形で失神も出て、痒くて24時間。きつかったり、原因不明で、まあ今でもちょっとあるんだけど、慢性疲労も抱えてたり、本当に生きてるっていうか、命をキープしてることすらもしんどいなって思うような状態でずっと生きてきて。でも、この本に出てくるキャル君っていう最初の男の子が来たら、なぜか、治っちゃって、気がついたら病院行ってない自分を知るんですよ。動物とか植物って、やっぱり私たちみたいにそういうね、雑多なものにね、毒されてないっていうのかな。一番大切なものを大切に生きてるし、うん、感じながら生きてるわけだから、やっぱりね、すっごいパワーなんですよね。うん。だからその動物たちから、そのエネルギーをもらう私っていうのは、自然とそういう、汚れたいろんなものは掘り下がれ、自分の心に平和が訪れ、愛が訪れ、その愛が、自分も愛してるんだけど、向こうからも全面的な愛が来て、そこには、例えば、顔がブスだからとか、お金持ちじゃないからとか、なんだろうな、才能がないとか、頭が悪いとか、そういうとも一切ないじゃないですか。うん。動物たちってそんな目で見ないんですよね。手足がなくたって、完全体のその子たちにしたら。体中が湿疹でも、みんな人間から見たら、ね、気持ち悪いっていう肌をしてても、その子たちにしたら完全体なの。綺麗なの。飼い主さんのことがとっても美しく見えるんですよ。飼い主さんがすごいベソベソ泣いてても、動物たちは愛すべき家族なんです。だから動物たちって、何にもあなたのことをね、変な眼鏡で見てない。まっすぐな目で愛だけで見ている。すべて受け入れてるんですね。手や足がなかろうが、目が見えなかろうが、体中湿疹だろうが、大病抱えてようが、ブサだろうが、貧乏だろうが、頭が悪かろうが、そんなこと何にも関係ない。ただただあなたを愛してる。だからこそ私たちは、真実の愛に感動するし、愛しいと思うし、逆に自分たちも、例えばね、ワンちゃんがね、ショーに出るような完璧な犬じゃなくたって可愛いわけですよ。ちょっとね、斑点が違うところにできて、なんか変なデザインだなと思っても、自分だけのオリジナルのすっごい可愛いワンちゃんなわけですよ。そういう愛が自分の中にもあるってことを教えてくれる？逆に。だって私たちって人間で社会に出て会社に行けば
やっぱメガネで見てるでしょ、あの人は結構どうだとか、金持ってるからあの彼が欲しいわとか、いろんなステータスも見るし、どこの会社に勤めてるっていうのも気にするし、ブランド物がどうだとかも気にするし、車持ってる持ってない。結構気にしたりするじゃないですか。ブスだから嫌い。あの男ブサイクだから私の好みじゃないわ。そっ、外見とかね。たわいもないことで私たちは物差しでね、こう測ってたけど。でも、そんな自分も家に帰って大好きな動物がいたら、その動物がショーでトップクラスになる動物じゃなくても可愛い。愛しい。大好きなの。ってことは自分の中にも本当は無償の愛ってある。それに気づかされる。それがね、多分山川あきこさんが帯に書いてくれた、どんな動物たちも愛に溢れている。そして人間はみんなその愛に溢れていることに、あ、みんなその愛に触れることにより、自らの愛そのものであることに気づくことを教えてくれます。と書いてくれたんですね。私たちはやっぱり自然とか動物、そういったものにね、接すること、そこから学ぶことはたくさんあると思うんですよ。時代はどんどん進んでいくんだけれども、どんどん自分がそれに乗り遅れないように必死になって、本当に疲れちゃう毎日なんだけど、本当はそれじゃなくて、本当は心の中に平和とゆとりと愛とそういったものを持ちたいんですよね。今こうやって乱れてきてる世の中であるからこそ、本質的な幸せ、本質的な愛、これをもう一度理解して働きかけるっていうことが私たちには必要なんじゃないかなって今思います。その戦いは、誰かがやってくれるわけじゃなくて、私たち一人一人が立ち上がるしかないんですよ。その戦いはじゃあ政府をね、コテンパンにつける。そういうことじゃなくて。まず私たちの一人一人の性格からね、改善をしていく。何が大切なのか、必要じゃないものを省いていきましょうよ。いらないものは。余計な感情も捨てていきましょうよ。本当に大切なもの。それを、一番こう温めていくことによって自分の生活は変わってくると思うんです。やりくりでもね、その日々忙しくするのも余計なことで忙しくしてることもあると思う。起こる必要もないことでギャンギャン起こっちゃって時間が過ぎていっちゃったりとか。どうでもいいこといつまでも考えてて、どうにもならないことに自分を消耗させちゃって、大切なね、愛に気づく時間を失っていたりとかっていうのもあると思うし、あなたが大切なものを大切にして、本当の笑顔でね、いたら、それが伝染するはずなんですよ、周りにも。そしてその周りがまたそれを気づいて、その素晴らしさを本当にね、温め直したりすると思う。あなたというのもすごく楽しいから。その波動がどんどん広がると、世の中はこのどんどんスピード時代で走りすぎているものが、止まって、必要以上のおかしなね、この状態をカットしていくと思うんですよね。そうしなければ、地球っていうものが、もう誰も目もくれないような状態になっていくと思います。そういったものを私は伝えたくてこの本を書きました。この本は、私の思いや命がいっぱい詰め込まれています。具体的に今の話はしていないんだけど、動物の波動をこれでね、感じてもらいたい。動物の愛。私と動物の関係ではあるけれども、少なくともこの本を読んで、自分の亡くなった動物を思い出したり、今いる動物たちとこう向き合い直したりしてくださってるっていう感想がいっぱい来てるので、おそらく私ではない何かのエネルギーがここに入って、皆さんを優しく抱きしめてくれるんじゃないかな、なんて思うことをお伝えしたいな、なんて思って今日お時間をもらったんですね。皆さんなんか質問ありますか？なんかあれば聞いてくださいね。泣けてくる。いろいろありますね。そう、大切なものを大切にする。これ一番ですね。
何が大切だと思います？皆さん。今、あなたが抱えているもので、一番これだけは話せない。うん、これがあると幸せってものって、何だと思います？みんなそれぞれあると思うんですよ。家族だったりとか。ね。自分を知るってことは、自分の本当に大切なものを知るってことでもあると思うんですよね。その大切なことっていうのが自分を幸せにしてくれるし、周りを幸せにするし、なんだと思いますかね。みんな語ってくださいよ。聞いてくれないのかな、みんな。うー一人で喋ってるぞ。でもね、本当皆さん疲れてますよね。最近の世の中はね。イルカさん、クジラさんだけですかって、なんだろう。あ、死んでも通じますか？いつも話しています。私が死んだら三千の川に来てほしい。これは確実に来ますよ。動物たちって、待ってるんですね、必ず。自分の飼い主さんを。絆が深ければ深いほど待っています。来てほしいと思えば待っても。もし、例えば、待つという形じゃなくて、さっさと生まれるように使命があったとしても、待ってしまうのは動物みたいなんですよ。本当に大好きみたい、飼い主さんが。その役割も動物はちゃんと担ってるっていうのかな。だから私なんて動物いっぱいいるから、向こうに行ったら、うわーってジャングルみたいにね、こう、すごい動物がうわーっていて、もうそれ考えるともう楽しみでしょうがない。どう？死んでも通じますか？私は亡くなった動物とも、スピリチュアルテレビでもね、お話ししてるんですけれども、つながりますよ、ちゃんと。必ずね、動物は答えてくれる。ただね、すごく動物ってピュアなのね。だから向こうに行って、あんまりね、こっちが何でもない限り、執着して、こう、なんかドロドロした動物っていないです。で、よくね、セッションで動物とつながりたい人って、死に際にね、すごい病気で苦しんでるから、私があの処置で良かったのかって、いつまでも悩まれる方もいらっしゃるみたいなんですよね。あと、自分の気がついてあげられないから亡くなったとか、例えば、やむを得ず、あまり苦しい病気だからね、亡くなるお手伝いをさせてしまったというか、そういう処置をしてしまったっていうことも、ずっと心の中に苦しんでたりとか。でもね、動物、もう人間もそうなんだけど、この体を外れるとすっごい楽な体、体じゃない、スピリットになるんで、そういったものはまず、だんだん薄れてくる。で、動物の方はあまり執着心っていうのは人間ほどないので、すごいハッピーハッピーで、なんだろうな、すごく明るく見えますよ、私の前に来る、亡くなった動物たちは。尻尾振ってたり、コロンってなって、お腹見せて、母言ってたりとか。だからね、皆さんね、一生懸命愛があって最後まで行ったのであれば、そこまで悩む必要もないのかなって思います。動物の方がでかいですね、魂として。動物も輪廻転生するのでは、はい。動物も魂を磨くためにやってます。で、自然の動物というのと、またペットとして来る動物というのは、またちょっと役割も違って、自然の動物はやっぱりこの自然のね、この地球を維持するために、生命維持のために食べられたり食べたりっていうのもそうだろうし、自然の中を地球をね、美しくするっていうこともそうだろうし、地球のエネルギーを高めるっていう意味でもやってると思うんですね。でも、人間のもとに来る動物っていうのは、人間との交流の中で学びがいっぱいあるんですね、動物にも。そして、この本で書いたように使命がある動物もいっぱいいて、人間に伝えなきゃならないものがあるから、命がけでやってくるということも多々あるんです。で、輪廻先生ももちろんします。向こうの世界で言うとね、私たちが100年したとしても、100年だとこんな、今度もう短い世界なんですよね。時間がないって言った方が早いんですけど。だから、時間の概念がね、
ちょっと私たちが、私たちはちょっと理解できないんですよね。例えばパラレルワールドがある。うん、横にいっぱいなんかいるのがある。これは頭ではわかるけど、実際どんな感じかっていうのは、この個で入ってしまってる人間では、深くは理解できなかったり。時間はないのよ。時間はないって何って。止まってることとか思ったりとか、いろいろ考えると思うんですけど、その時間がないっていう感覚も、多分、この、地球の中にね、生まれてきて、この人間の体の中にあって、時間っていうものが存在している中でいるから、すごく理解できないんだけど、その輪廻転生の時期が来ても、輪廻転生は必ずしていますね。思考、人間だけか。なんて言ったらいいんだろうな。思考。ちょっとね、人間の思考とは違いますね。やっぱり感性が、割合として高い。うん。その感じるものを信じてるし、ある意味スピリチュアリティですよね。ひらめきとかももちろんその場でひらめいてやるし。でもね、考えますよ。この動物をどうやって捕まえるかとか。この餌はまずいか、欲しいか、腐ってるかなとか。あの子を射止めるにはどうしたらいいとか。動物も普通には考えます。ただ人間のように、なんていうかな、強欲な感性ってないよね。楽するために機械作っちゃおうとか、あのシステムやってもっともっと楽にしようとか。だけどその、私たちってシステムも作ってるじゃない？仕事をもっと短縮できたりとか、いっぱい機械も作ってるじゃない？楽になりました？時間変わりました？昔より。昔は手でやって、何時間も何時間もかけて大洗濯したりして、ね、干してご飯作ってて一日忙しかった。やれる範囲って、今の、ほんと少ないことかもしれない。でもそれで生活は回ったじゃない？でも今、もっともっといろんなことがやる。仕事して、お家のこともやって、子育てもして、それで趣味もやって、なんて、いっぱいいっぱい一日の中で盛りだくさんのことしてるけど、楽になった？どん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 終わりで、もっと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 詰め込まれてるだけの気がしません？そういう感覚はない、動物は。そういうふうになりたいと思ってる。今この前にあるものを味わってる。そのまま、素直。だから、思考人間か、だけかっていうと、いや、思考あるよ。とは言うけど、人間の思考とは全然違うようなレベルだと思います。あと何かあるかな。そうね、ウスピーさん。大切なもの、なくしてからいつも気づきますと。私たちはいつもあると思う。明日もあると思う。明日もいると思う。でも、今日いたものが明日なくなっちゃうと、ああ、なくなるんだなってことをやっとわかるんですよね。昨日あれしとけばよかった。あの時あれしてればよかった。思うんですよね。そんなもんなんですよね。ずっとずっと続くと思いたいし、なくなること考えたくないから。でもそういうことも教えてくれるでしょ？動物たちって。大抵人間が飼うのって自分の寿命よりも短いものを飼うわけだから、死っていうものに直面する。永遠じゃないんだってことを直面する。生きるって大変だってこともわかるし、生きることを大切にしなきゃいけないってことも理解する。そして愛するものを今愛さなきゃいけないってこともわかる。今愛さなきゃダメなの。明日愛そうとか、明日愛情表現しようとかじゃダメなの。今目の前にいるその大切な人に思いっきり自分の愛をね、送ってあげなければ明日いないかもしれない。いや、明日じゃなくて今晩いないかもしれないよ。っていうことも教えてくれるよね。それから、あとなんかあるかな。八兵衛さん、会社辞めて毎日ブラブラするようになって、動物がめちゃめちゃ愛おしく感じるようになってきました。そうね。余裕ができると、いろんなもの見えてきますよね。今まで見てないもの。お空とかね。動物もそう。草花もそう。家、うちにあったちょっとした埃もそう。あ、こんなとこ埃があるんだな。とかね。生活臭もそうだし。いろんなものが見えてくると、あ、生きてるんだなって。毎日毎日何かしてるんだなっていう感覚が戻ってくる。じゃあ今度はそれをどう生かそうっていうところですね、八兵衛さん。どうその感覚を大切にしながら自分の人生を生きていくか。そこが私たちのテーマで難しいところでもあるかな。うん。妖精知恵さん、生きて
役に立ちたいです。ただただ。うん。私もそう思ってた。生きて役に立ちたい。自分の身を削っても人のためにやりたい。でも、それだけじゃいけないんですよね。確かに私もすっごい辛い人生で、周りから見ると今、ハラ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 してる人もたくさんいるし、応援してくれてる人もいっぱいいます。でも、それでも私は提供してればいいと思ってる自分もありました。でもね、その人たち、私を応援してくれてる人たち、その人たちも辛い思いもしてるし、苦しい思いも抱えてる。で、その中で私の苦労も見ているわけで、でも、本当のその人たちが私を見ているものの中でね、私が幸せになっていく姿を見て自分の希望を重ねたいっていう思いもある。苦労して頑張ってる姿が自分の支えになっている部分もあるらしい。でもその私がどん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 こう幸せになっていく姿を見てみたいんですよ。見てみることによって自分自身もやれるような気がする。希望が持てるような気がする。一緒に楽しみたい。一緒に笑いたい。最後は。そんな思いもある。その応援していた人が今ダメになったら、自分の身を削って自分のために何かをしてくれたとしたら、多分その人は幸せにはなれないですよね。きっと。あなたの生命を刻んでね、自分にくれたとしたら。きっとそれは何倍も辛い思いをする。だから、ただただ役に立ちたいのではなく、ただただ役に立つために自分を幸せにしましょうよ。ねえ、妖精さん。うん。じゃないかな。時間がない世界は、その中にいる存在は止まっているのか動いているのか、どっちやろう。時間がない世界はスピリットの世界だとしたら、私が見えているものは動いてますね。難しいよね。時間がなくて。動いてるとか、わかります?今日の出演者のお二人さん。時間がない世界。なんかこう自分の経験でなんか思うことあったら教えてください。ありますか?セイリさん。もう大丈夫なんですか?参加しても。ちょっと質問したいです。いや、なんかいいお話だったんで。ね、あんこさん。時間がない世界、うん、なんかもうあの振動っていうかあの動いてないものはないような気がしますけどね。そのこれどういう質問なんでしたっけね、うん、時間がない世界はその中にいる時間がない世界にいるその中にいる存在、例えばスピリットたちは止まってるのか覚えてるのか、うん、だからあのヒプノセラピーもそうで、未来も過去も現在もね言ったらあのちょっと次元が違うだけであの時間がないとかじゃない、そういうあれじゃないわけ難しいよね、時間がなくて、うん、忙しくて時間がないっていうのもあるし、あそれじゃないそれじゃないで、まあ、あの私がさ眼鏡がなくなっちゃったり、ね、あの品物がポンとなくなっちゃうっていうのもやっぱこういろんなあの次元のとこ行ってるかも。分かった、時間軸がないんですよ、時間がないっていうのは。あそうなん、過去から未来に行くこの一本のねこう道っていうのがなくなるって思ったらいいかも。今降りてきた、うんうん、時間がないっていうのは動かないとかじゃなくて、時間軸が過去から未来終点までビューっていく、その縦のコンテンツがない、同時にいろんなことが起きるっていうのかな。だからあんこさんが言うようなそのヒプノの世界みたいに過去もあれば未来もあるみたいな、今ここに過去も未来もあるよ、そうだから過去も変えようと思ったら変えれたりとかしてね、あの未来も変えれるしね。そう。同時にパラレルで横にも時間があったりとかもするね。で過去 の、 あの出来事を、例えばイメージの世界で変えたとするじゃないですか。うん、で、それで、それはおかしいんじゃないけど、でも気持ちが変われば変わってるんですよ。気持ちが、あの過去の悔しいとかの、いや、惜しいとか残念とかっていう気持ち、が、もう今、イメージの世界で解決したことによって、もうその、残念とかがなくなってるから、もう変わってるのね、過去が。そう、あの、書き換えるとかってよく言うと思うんだけれども。うん、そんな感じは分かりやすいかもね。
多分、うん、過去がひろって変わっちゃって、例えば、うん、どこどこの居酒屋に行った日、うん、それが居酒屋に行かなかったになるんじゃなくて、うん、書き換えるんだよね、うんうん、変化するんだよね、そうそうそう、うん、そう。だから、その居酒屋行った、過去もあるかもわからへんけども。でも、居酒屋に行かなかった過去の方が生きてる。私の心の中では、もうそっちの方が生きてる。そうそうそう。っていうことだね。すべて、なんか、エネルギーは、なんか多分揺れてるっていうか、振動してるようなイメージだから、なんか、止まって、見えるとか止まってるって言葉や行動があっても、うん、なんか、全部が多分、こうし本当に見えないくらいの振動してるもの、全てが多分エネルギーだと思うから、過去も未来も今この体でさえ多分、うん、その、うん、なんかちょっと言葉ではうまく説明できない、量子の世界ですねそれ。止まってるか止まってないかっていうと止まってない気がする。なんか、ね、量子の世界なんだと思う。確かね、その量子の世界だったら過去にも未来にも行けるんだよね。うん、その実験をしてて、タイムトラベルのこうなんかいろんなの見せてもらったなんかで、うん、そうなんか量子ってなんかそうなんだよね。なんて言ったらいいのか難しいところはありますよね。人間のままで感覚で、そう自分の体では感じるけど、うん、それをちょっとね説明は難しいけど、でも、うん、振動してるっていうのが一番 それに近いのかなっていう感じだけど。うん、やっぱオカリンさんまたいろいろ調べて帰ってくれてる、うん、時間は出来事や変化を認識するための基礎的な概念である。芸術、哲学、自然科学、心理学などの重要なテーマとなっている。それぞれの分野で異なった定義がなされる。確かにね、こう言葉で言い表しにくいし、今のこの時代にこう生まれて人間でいるこの自分で分かるようにっていうのがすごく難しい。なんかもっと違う自分、私コラムで幽体離脱に行くまでの話を書いてるんですけど、つい最近その時私液体のようななんかそんな風な感じになってる記憶があるんですね。ドドドドドってあるところにこう運ばれてる感じ、それは本当ドドドドドって感じで、もちろん手も足も目も何もないんですよね、ある意味ないんだけど、うん、動いてるような感じ。なんて言ったらいいんだろうな。自分はいるっていう感じはするの。でも、手があるよ、足があるよ、目があるよ、耳があるよとか、そういう感覚じゃない。こう、自分がこう人間でこう動かしてる、この感触とか、こういう感覚ではなくて、もうなんかそういう液体とかそういうものになっちゃってるんだけど、気体というか。うん、だけど、なんか存在してる感があるっていう感覚をしたんですね。うん、あ、それがそうだなと思うんだけど、それを皆さんに伝えるって言ったら今の言葉しかないの。うん、そう、なんかさっき妖精さんが言ってたけど、共鳴みたいなね。なんか、すごくわかる気がする。うん、ね、うん。子供のボックスさん、子供の頃に録音された自分のテープを聞いてびっくりしました。自分の記憶と内容が全くつながらない。過去は変わったのが、今か、過去が変わったのか、今が変わったのか分からないけど、少なくとも記憶なんてものは確実に存在しているわけではないのですね。記憶って結構曖昧。曖昧だし、やっぱり書き換えてるところがあると思う。ね。それと同じ感覚って言えば近いかもしれないですね。うん、後からね気づくっていうこともありますよね。なんかこういう人間だっていうふうにずっと思って育ってきたけど、なんかふーっといや実はっていう、うんうん、例えば私も数年前に初めて、私自分のこと大好きだと思ってずっと暮らしてきて頑張ればそれが叶うし、一生懸命やれば褒められるし、うん、みたいな、なんかずっと好きなんだなって思ってきたんだけれども、まあいろんな出会いでそのいろんな浄化だったり気づきを繰り返してきたら、ある時、あ、私自分のこと愛したことないっていう風に気づいちゃったんですよ、うんうん、突然ね。でもう分かっちゃって、そうなんだっていうのがもう気づいちゃったから、ショックで、もう食べ
食べたくもないし何の興味も湧かなくなっちゃって、感情が枯れちゃったことがあって、で例えばあの風邪をひいてるのにもっと風邪をひかそうとかね、無意識のレベルでずっとなんかそういうきっかけでなんか愛したことがないっていうふうに気づいてしばらく大変だったんですよ。でその時にはね、木とか自然とかそういうとこだ、笑えないし食べたくもないし何にももう全ての興味がなくなっちゃったで、自然に触れて、旬のものを、ちょっと口にしてぐらいの日々があったんですけど、ある時そのまだ風邪をひいててふっと指を見た時に、なんかボロボロなはずなのにすごくツヤツヤの、細胞がね、なんか私は自分のこと嫌いって好きじゃないって思ってたのに、細胞たちはすごく愛してくれてたって無条件にっていうのに気づいた時に、もう涙が出て、それで徐々にその枯れたと思った感情が少し戻ってきたんですけどね。なんか、だからやっぱりこういうふうに自分のことを思ってきたっていうのでも、ある日突然本当はこうだったっていうね、気づきというか分かっちゃう時もあるかもしれないなっていうのが私の体験でした。まあだからこそより深いそういう痛みとかより深いものが分かるギフトになったんですけれども、記憶とね、そういうのがありますよね。ありがとうございます。なんかこうやって話してて、話は尽きないんですけれども、気がつくと。もう11時になる。私たちは喋ると長いという。私ね、チラシのね、構成しなあかんから、ちょっとここで、退去しないといけないかも。もうそろそろ終わりにしようかというところで、今、聞き出しました。ねえ、なんか遅くまで。なんかね、いろいろ本当に。ありがとうございます。本当に、いろんなこんな話をね、今回させていただいて、またこういう機会をね、テディさんとか、武士さんとかにいただきながらね、皆さんと一緒に、トークしたりとかっていうのも楽しいと思うので、またやりたいなと思います。ね、どうでしょうか。ね、またテーマを決めてね、するといいかもねって思ってね。いいかもしれない。なんかこう皆さんがこんなので話してなんていうのを言っていただければ、どこかでまたやりたいなと思うので、じゃんじゃん言ってください。ぜひね。私だけでよければ。お待ちしてます。お待ちしてます。なんか、ブチさんも長い間、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、もし、さゆりさん、あんこさん、今後の、ね、なんか、これやりますとか、お知らせってありましたら、はい。あかりさんもお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、あんこさんから。私ですか？はいはい。はい。1月の24日、森の宮で幸せの玉手箱開催しますので、大阪にお住まいの方、また、地方からでも結構です。皆さん、遊びに来てください。よろしくお願いします。あと、もう一つ、今、ヒプノセラピーの、モニターという形で、ヒプノセラピーさせていただいてます。電話とか、スカイプでさせていただく、ヒプノセラピーですけれども、まあ、1時間から2時間、しっかりさせていただいて、今日もね、たくさんご感想いただいてます。はい。よかったら、ぜひ、ヒプノセラピー、して、そうですね、時空を超えた、旅を一緒に、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さゆりさん、お願いします。はい、今月は2つイベント出ます。1月、声が出てる、出てる。1月24日、横浜の、ヒーリングマーケットという、面白いイベント出ます。横浜ね、中華街とか遊びに来ながら、ぜひ遊びに来てください。で、1月の、31? これだ。31は浅草で、心と体が喜ぶ癒しフェスティバルというの
させていただいてますので、これリマさんとかも参加されますので、ぜひ体の声 の, 通訳させていただきますので、興味がある方ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あかりさん、いかがですか。はい、私はもうこの本を宣伝させていただいているので、山川明子さんからが推薦している本、これ一本なんですけれども、まあ、その他に今トリニティウェブの方にもコラムを書かせていただいたりして、今ちょっと文書の方に力を入れている感じです。で、セッションの方ももちろんどんどん受けていて、で、今までメニューできちんと出してなかったんですけれども、こちらでも散々やらせていただいたのと、先週あんこさんに押されたということで、ホームページメニュー切り替えました。ウェブのカウンセリングはね、一番安いし、こう長期向き合えるからいいと思って出してたんですけれども、だんだん私の方もその対応がちょっと厳しくなってきてる時代にハマってしまいまして、ちょっと申し訳ないなと思うんですけど、メールカウンセリングの方を外すし、ミディアムセッションの方を入れさせていただきました。ミディアムは動物人間どちらでもやっておりますので、亡くなった動物、亡くなった大切な方、つながってメッセージを受けたいという方がいらっしゃいましたら、新しいメニューできちんと出したので、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。気がつくと3時間。ごめんなさい。本当にありがとうございます。またね、こういう機会を持ってね、鑑定だけじゃなくてね、本当にセラピストとして、ヒーラーとして、お伝えしたいことをね、気ままにやっていく番組を持てればと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ。失礼いたします。さよなら。ブチさん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。ということでね、今日は、押田あかりさん、さゆりさん、あんこさんにね、来ていただきましたね。3人ともすごくね、鑑定は僕もね、いろいろ拝見したりしてたんですけどもね、特にさゆりさんとあんこさんは、こういう話を伺うの初めてでしたので、非常に、ああ、そうなんだってね、自分の中でもいろいろもっとお聞きしたいなっていうところとか出てきたり してましたので、また機会にね、ぜひお越しいただければと思います。はい。ありがとうございます。ということで、どうもありがとうございました。ということでね、今日はうちの息子が通ってますけれども、そろそろスピリチュアルテレビの方はね、お開きということでね、また、どうぞ明日の朝からもね、スピリチュアルテレビ、気ままに、ご覧いただければと思います。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、失礼いたします。おやすみなさい。おやすみなさい。